別居しましょう。ああ、夫が目を丸くして驚いている。本当に本当に自分しか見えていない人だ。別居、そんなまどろっこしいことするな。別居するくらいなら離婚だろう。わかった。私は浅見、夫と結婚し20年、3人の子供に恵まれた。子供は何にも変えられない大切な存在。外で働くことしかしない夫に子育ての協力を求めたことはない。第一子が生まれた当初は当然のことのように夫婦で協力して子育てをしていくものだと思っていた。しかし夫はおむつを替えることもしないし、お風呂に入れることもない。彼が子供を構うようになったのは意思疎通が取れるようになってからだった。幸運なことに3人とも夜泣きはなく、よく寝てくれる。だから夫の手を借りるまでもなく育てることができた。子育てに参加しようとしない夫に対してもったいないなと思ったものだ。彼らと接するとちょっとした成長を見ることができる。自分の子供が少しずつ自分でできることが増える。それを目の前で見れたことに喜びを感じていた。子供が活発に動くようになると夫はまた子供と距離を取る。疲れるのだろう。だから子供たちの中ではキャッチボールや追いかけっこをする相手は母親だと刻まれている。私と夫は互いに仕事を持っている。夫からは結婚するときに仕事を辞めてくれと言われた。けれど私は首を縦には振らなかった。私の仕事は塾講師だ。子供たちがひらめいたとき、理解したときの晴れ晴れしい顔を見ることが好き。テストで100点が取れたと答案を笑顔で見せてくれることが嬉しい。結婚したからといってやりがいのある仕事を辞める気にはなれなかった。今思えば結婚当初から私と夫は別の方向を向いていたような気がしている。しかしあの頃は全てに前のめりで、それに蓋をしていた。見ないように気づかないようにしていたのだと思う。夫は子育てに協力はしないが、自分のすべきことは全うしてくれている。お金もきちんと家に入れてくれるし、子供たちに乱暴な口を聞くこともない。それでいいと思っていた。けれど意見の相違が浮き彫りになったのは、長男が大学受験を控える17歳の時だった。あやとは俺と同じ大学を受けるんだよな。この言葉が発端だった。いきなり何？違う大学を受けるつもり？どういうことだ？長男が生まれて17年、初めて夫が子供の進学について口にした。そして夫は不満げだ。お前は俺の生き様を見てなかったのか？見てたけど、だったらなぜ違う大学を選ぶんだ？やりたいことがあるから。やりたいことってなんだ？地質学？お前そんなもの食っていけるわけないだろ。はいはい、そこまで。あなた、ハヤトにはやりたいことがあるんだから立派じゃない。私たちは子供を応援する立場でしょ。頭ごなしに否定しないで。うるさい、お前は黙ってろ。俺はハヤトと話をしてるんだ。うるさいのはお前だよ。なんで今なの？ハヤトはもう進路を決めてるの。後出ししないで。ハヤト、何も変えることなんてない。あとは私が話すから部屋に戻っていいよ。ここから夫婦喧嘩が勃発した。夫とここまでの言い争いになるのは初めてだった。俺と同じ人生を歩めば失敗しない。俺はハヤトのために言ってやってるんだろ。あなた会社勤めでしょ。継ぐものがあるわけでもない。17歳でやりたいことのために突き進むなんてすごいじゃない。私はハヤトのやりたいことを応援するわ。夫婦で同じ方向を見ないなんてありえないだろ。あら、じゃああなたが私に寄り添うの？違うだろ、俺が一家の主だ。どっちも寄り添う気がないじゃない。平行線のままね。初めての言い争い。私が引かなかったことが許せなかったのだろう。夫は強行手段に出た。だったらもういい。ハヤトの塾代はもう出さない。あいつは大学なんて行かなくていい。高卒で働け。どの口が言ってんだか。結局自分が一番なのね。さっきまで俺と同じ大学へ行くべきだって言っておきながら、気に食わないなら高卒で働けって支離滅裂だわ。何とでも言え。俺が出さないと言ったら出さない。夫は足音をドスドス響かせ、自室にこもった。ほんと子供に無関心だったんだな。
思わず独り言が漏れる。そもそも我が子三人は塾へなど通っていない。毎日2時間私が勉強を見ているのだから。夫はそれすらも知らなかったのだ。小学生の間は1時間、中学校になってからは2時間。目の前で勉強していたのにこのありさまだ。どっと疲れが増した。そして翌日からは粗暴な態度で口をきかない夫。怒ってますよアピールである。夕飯の支度をしても食べるは食べるがお皿や茶碗を乱暴に置く。ため息ばかりつく。口を鳴らす。しかし子供らはどこ吹く風。全く意に介さない。それもそのはず。今まで夫に構われてこなかったのだから。冷静状態はそのまま続き、2週間が過ぎた頃、しびれを切らしたのは夫だ。下の子たちの学費も出さないからな。どうせお前は子供の自由を尊重とか抜かすだろ。学費か。学費？塾費用ではなくて？学費だよ。学費もだ。くだらない。なんだと？くだらないって言ったの。気に食わないことがあったらそれ？子供たちが親の思い通りになんてなるわけないでしょ。いいじゃない、自立心があった方が。俺の言うことが絶対だ。何その主張、ほんとくだらない。お前何様だ。あの子たちのお母様ですけど。もういい。またドカドカと足音がうるさい。夫はこれ見よがしに荷造りをしている。ああ出張ね、出ていく的なポーズなんだろうけど、ただの出張。彼はかまってちゃんだったんだな。結婚して数十年、初めて知る事実なり。翌日、夫は1週間の出張へ出かけていった。そして私と子供たちは夫がいない間に今後について話し合いをしたのである。出た答えは別居だ。やはり一番大きかったのは長男が受験を控えていること。この環境下で勉強に集中することなどできないだろう。夫は地味に嫌がらせをしている。大きな音でテレビを見る。用もないのに大きな足音で長男の部屋の前を行ったり来たり。そんな父親の姿を見た下の子たちも彼にうんざりしている。夫が出張を終え帰宅した。話しかけられたことが嬉しかったのかにまにましている。彼は空気も読めなかったんだな。別居しましょう。あ、夫が目を丸くして驚いている。本当に本当に自分しか見えていない人だ。別居？そんなまどろっこしいことするな。別居するくらいなら離婚だろ。わかった。ああ、お前、いいのか？ええ、その選択肢もあったから。子供たちはどうするんだ？あら、学費払ってくれるの？払わない。じゃあ、一緒にいる意味ないじゃない。あなたは協力を拒否するのだから。犬はどうするんだ？もちろん、子供もワンちゃんたちも連れていくわよ。夫は引くに引けない様子だ。この後に及んで離婚は避けたい様子がうかがえる。お前が言い出したんだからな。子供3人と犬2匹の面倒はお前が見ろ。貯金も養育費も渡せないからな。養育費を払わないつもり？当たり前だ。お前が離婚したいって言ったんだ。お前のわがままだろ。離婚したいとは言ってないけどね。まあいいわ、養育費はいらない。でも共有財産の話は別。きっちり半分いただくわ。がめついやつだな。何とでも言えばいい。私が働いて貯めたお金でもあるんだから。夫は豪快に笑った。たかが塾講師のパート代だろ。確かに今はパートのようなものだ。子供が生まれてから子育てを優先するために幼児教育の早い時間しか担当していない。それでも私が一生懸命稼いだお金だ。ここだけは頑なに譲らなかった。養育費はいらないと言ったものの、子供さんに犬2匹となるとお金がかかる。貯めたお金だけは死守したい。結局体裁を気にする夫に裁判をちらつかせると、共有財産の半分を私に渡すことをしぶしぶ了承し、私たちは離婚した。ここからは怒涛だった。長男の受験をサポートするためフルで働けるようになったのは彼が大学受験に合格した後だ。コツコツ貯めてきた貯金がかなり役立ってくれた。その間、元夫からは嫌味メールが届く。彼は共有財産の半分を頭金にして広々とした豪邸を手に入れたと写真付きで紹介してくるありさまだ。お前がいなくなってせいせいした。
こんな豪邸を俺は買える。お前ら残念だったな。惨めな老後が待っている。などなど、くだらないメールをよこす。元夫の連絡先を拒否することも考えたが、こいつには反応なしが効果的。遠い目をしながらスルーを決め込んだ。彼の相手をしている暇はない。貯金には限りがある。家族を養うため必死に働いた。そしてあっという間に8年の歳月が過ぎた。8年間相変わらずくだらないメールをよこす元夫。ある意味すごい執念だ。しかしこれもあと少しで終わりを迎える。下の子が成人した今、もう元夫の連絡先を残しておくこともない。この8年間元夫が子供たちについて触れたことは一度たりとてない。ようやく彼とのつながりを切れるのだ。けれど最後の最後に元夫は何度も何度も電話をかけてきた。1日20件を超える着信は常軌を逸している。もともとは夫婦だ。最悪の別れだったが、彼の動きがあって子供たちが大きくなったのも事実。感謝の気持ちを持って電話に出た。向こうだ。感謝の気持ち、宣言撤回したい。いきなり何？俺はお前に騙された。何の話？広告を見た。お前塾やってんだろ。ええ、経営してるわよ。財産隠してただろ。は？元夫の主張は、私が経営塾で黒字になっていることを隠し、共有財産をちょろまかしたというものだ。私が塾を経営し始めたのは、あなたと離婚して3年経ってからよ。離婚してからなんだから共有財産になるわけないじゃない。用事ってそれ？じゃあもう答えだからいいわね。ちょっと待て。なんで近況を知らせないんだ？知らせる必要がないからでしょ。あるだろ。元夫婦なんだから。元でしょ。今は赤の他人です。それでも俺は知らせてた。だから？ちゃんと気持ちには応えるべきだろ。それ、あなたの価値観ね。子供たちはどうしてるんだ？あら、連絡行ってないの？まあ、子供たちから連絡することはないだろう。普段の会話でも元夫の話は一切出てこないから。だったら私から話すわけにはいかないわね。あの子たちの決めたことを私は尊重したいから。俺は父親だ。ねえ、もう電話切っていいかしら。待て、あれだ、ほら、あれ。なぜしつこく電話をかけてきたのか。私が経営している塾の広告を目にしたのはトリガーなだけ。私は彼の本心を知っている。あなた孤独なんでしょ？寂しいんでしょ？自分最優先の人だから寄り添ってくれる人もいないんでしょ？そんなことない。じゃあ電話なんてしてる暇ないじゃない。共有財産の誤解は解けたんだからもういいでしょ？ちょっと待て。ほらね、電話を切ろうとしないのはなぜ？話し相手すらいないんでしょ？かわいそうな人ね、あなたは。心から同情はするが、寄り添うつもりはさらさらない。あなたは自ら家族とのつながりをぶった切ったの。息子が同じ大学を受験しないからってへそを曲げて意固地になって怒ってますアピールすればこっちが折れると思った？折れるわけないでしょ。あなた子供のことには無関心だったじゃない。それをいきなり頭ごなしにこうしろああしろなんて子供たちが聞くと思ってるの？俺は協力してただろ。ちゃんと金を稼いできてただろ。あのさ、それ親として当然なんだわ。家族のためにお金を稼ぐなんて当たり前の話。私が家族のためにご飯作ったの。家族の体調を考えて家事やってきてあげたのなんて言ったことないでしょ。だって当然のことなんだから。あなたはそれを特別なことのように言うけど、子供が欲しいって私たちが決めたことよ。子供に産んでくれって頼まれたわけじゃない。それなのに面倒見てやったんだから言うこと聞けって、あまりに理不尽だわ。あなたのその考えは正しくなかったの。だから子供たちはあなたから離れることに何の躊躇もなかったの。いい加減理解しなさいよ。あなたはその広い豪邸で一生一人で暮らしていくの。子供たちも成人したし、もうあなたとつながりを持つ必要もない。だから私もあなたの連絡は全て拒否します。じゃあね、存分に孤独を楽しんでね。お
やっと終わった。8年間うざかった。最後に言いたいことは全て言えた。大満足である。おそらく彼はほんの少しだけそよ風程度に家族のありがたみを痛感したことだろう。しかし今さら気がついても遅い。過去は戻らないのだ。お父さん泣いてた？かもね。現在は末娘とワンちゃん2匹と共に暮らしている。長男は大学院まで進み、渡米後地質調査のために荒野を飛び回っているそうだ。長女もまた長男を追いかけ渡米、大学院で微生物の研究に勤しんでいる。20歳になった次女は将来の夢を叶えるため社会学部で勉学に励む日々。それぞれが意思を持って前進してくれることが嬉しい。3人の子供の夢を叶えるためにはたくさんのお金が必要だった。離婚後懸命に働いたが、雇われる側では限界がある。そこで5年前に独立した。不安がないと言ったら嘘になるが、前だけを向いて走り続けた。その結果が今だ。3人の子供に不自由のない学びの場を提供できている。独立は成功したと言えるだろう。子供たちがいてくれたから踏みとどまれた。彼らの笑顔が明日の活力になる。片や同世代の元夫が広い家で孤独と直面している姿が想像できる。つながりを持ちたいのであれば、それ相応の対応があったはずだ。自分よがりに生きてきた挙句、寂しいなど身勝手すぎる。誰も手を差し伸べなくて当然だ。私は子供たちがいてくれてとても幸せ。これからも彼らの成長を楽しみにしている。今どこだ？パートが終わって帰ってる途中だけど。そうか、じゃあそのまま帰ってくるな。どういうこと？もうお前はいらないんだよ。そう言っていきなり私を追い出そうとしてきた夫。言ったからな、覚悟しろよ。私はお望み通り家に帰らなかった。その結果、夫は地獄を見ることになるのだった。私の名前は葵、50歳の主婦だ。夫の高志とは結婚して27年になる。年数だけ聞くと長年連れ添ってきた仲のいい夫婦と思われるかもしれない。だが決してそういうわけではない。私が夫との結婚生活を続けているのは娘のリナのためだ。正直言って夫に対しては幻滅している部分の方が多い。私と夫が出会ったのは大学生の頃だった。私が新入生として入ったサークルに彼はいたのだ。2つ上だった彼は当時の私にとってはやけに大人びて見えた。憧れの先輩として慕っていたのだが、だんだんと距離が縮んでいき、私たちは付き合うことになった。そして私が大学を卒業してからも交際は続き、私が社会人になって2年目の時にプロポーズをされた。こんなに早く結婚することになるとは思わなかったが、プロポーズをされてとても嬉しかった私は23歳にして結婚することを決意。別に仕事は続けるつもりだったし、大好きな彼と一緒になれるのならいいじゃないかと思った。そして結婚をすることになった私たち。結婚式には大学のサークルの友人たちがたくさん参列してくれて、とても楽しい結婚式になった。それから新婚生活が始まったのだが、お互いが若いこともあり、いつも私たちははしゃいでいたと思う。なんていうか学生のノリが残っているような感じだ。元気も有り余っているので、旅行とかに行っても今の年齢だったらきついだろうというスケジュールの詰め方をして、それを難なくこなして楽しんでいた。そんな風に幸せな新婚生活を送っていた私たちに、さらに嬉しい出来事が起きた。それは娘のリナが生まれたことだ。娘が生まれてきたのは私と夫が結婚をして2年が経った頃のこと。私は出産を機に会社を退職した。それから子育てに集中し、娘と触れ合う時間を多くとった。これから夫と一緒に娘を大事に育て上げていく、そう心に誓った。だが専業主婦になって1年が経った頃、不景気の影響で夫の会社の経営状況が悪くなった。そのため夫の給料が減ってしまうという事態に。
今までなら専業主婦になっても生活ができていたが、今後の娘の学費のことなどを考えると私はパートに出なきゃいけないと思った。そして娘を保育園に預けて週5でパートで働くことに。家の近くの会社でちょうど事務のパートの仕事の募集があったので私は応募したのだが、運よく採用してもらえた。夫が会社の都合で給料が減ったことや、生まれてまだ1歳の子供がいることなど、なかなか状況が大変だと社長が思ってくれたようだ。そのおかげで私は理想としていた条件で働くことができた。家からも近いので通勤時間もかなり短い。そして夫と娘を送り出してから仕事に行けるし、残業がないので娘のお迎えにも間に合う。仕事もやりがいがあって楽しいし、本当にいい会社に採用されたと思う。それでも子育てをして家事をして仕事をするというのはなかなか大変だった。娘はイヤイヤ期に突入して朝ごはんを食べさせたり着替えさせたりするのにも手間取った。そして夫はそういう時に全然手伝ってくれないのだ。だから私は忙しい朝のタイミングでものすごく疲れる。それでも私はめげずに娘と向き合い、愛情を持って接した。すると少しずつ娘もイヤイヤ期がなくなって言うことを聞いてくれるようになった。そうやって大切に育てれば思いは伝わるのだと実感できて嬉しかった。それから私はパートと子育てと家事を一生懸命に頑張った。ここまで私が頑張れたのはやはり娘のためだ。実際夫は口では偉そうなことを言っておいて、自分の行動は言葉に伴っていないことが多い。娘が生まれた時は家事とか大変そうなら無理はしなくていいと言ってくれていたのに、私が仕事と子育てで少し疲れてお惣菜を買ってきた日は普通に文句を言ってきた。こんなできたおかずを買ってくるなんて金がもったいないだろ。自炊の方が安く済むんだろ。それに俺こういうお惣菜好きじゃないんだよ。夫はそうやって好き勝手にあれこれとケチをつけてきた。今日のお弁当さ、昨日の晩飯の残り入れただろ。2日続けて同じもの食べるとか嫌なんだけど。こっちは子育てもしながら仕事もしながらあんたの飯を用意してるんだよ。文句があるなら自分で作ればいいじゃないか。そんな風に思ったが、料理を一切したことがない夫に台所に立たれても散々汚して後片付けが大変になるだろうなとも思った。だからおとなしく言うことを聞いているふりをして、夫にバレないように家事の手を抜くことに。私は毎日違う料理をお弁当に詰める手段として冷凍食品を活用した。なんなら全部冷凍食品という状態の時もあったほどだ。しかし夫は全く気づいていないようで、お弁当も毎回きれいに平らげていた。いちいちこだわりを見せるくせに、実際には何にも分かっていないじゃないか。私はバレさえしなければもっと手を抜いても大丈夫だなと感じた。そうやって少しずつ自分の家事の負担を減らしたことで、子育てと仕事に集中できるようになった。娘はすくすくと成長していき、小学校に上がってからは勉強も一生懸命頑張るようになった。毎日しっかりと予習復習をしていて、テストの成績も良かった。そして私はものすごく褒めていたのだが、その都度娘はとても嬉しそうにしていた。娘がいい子に育ってくれて本当に嬉しい。リナがまたテストでいい点数を取ったのよ。ああ、そうか、それはすごいな。自慢の娘だな。夫もそうやって娘の頑張りを褒めていた。私と夫は娘のことをとても大事に育て、休みの日はよく家族でドライブに行ったりして出かけていた。娘はいろんなところに連れて行ってもらえてとても嬉しそうだ。そんな風に私たちは家族仲良く幸せな日々を過ごしていた。だが娘が成長していくにつれて、私と夫の関係性も少しずつ変わっていった。細かく言えば、夫の面倒な発言に私が耐えられなくなってきたというのが大きいと思う。先に説明した夫の文句は、年を追うごとに面倒くさくなっていて、私は相手をするのも嫌になっていた。そして夫は悲しいことになかなか給料が上がらなかった。そのため私は自分が働いた分からも生活費を出さないといけない状況に。それなのにいちいち料理について文句を言ってきたり、何かにつけてイチャモンをつけてくるので本当に困ってしまう。おい、リナは塾に行かせる必要はあるのか。
ええ、だってレベルの高い高校を目指してるんだもの。塾は必要よ。金がもったいなくないか？え？お前はちゃんと節約をしてるのか？もちろんしてるわよ。それじゃあなんであまり生活が良くならないんだ？どこかで無駄にお金を使ってるからだろう。あんたの給料が上がらないからだとはこの時は言えなかった。基本的に子供が成長していくにつれてかかってくるお金の金額は上がっていく。それなのに夫の給料が変わらないのだから生活水準が少しずつ下がっていくのは仕方のないことだろう。本来であれば夫にもっと頑張ってもらってたくさん稼いでほしいところなのに、給料も上がらず文句ばかり増える夫に私は嫌気がさしていた。だがこんな夫でも娘をしっかりと大学に通わせるためにはいなくてはならない存在だ。だから私はほとんど娘のために結婚生活を続けていたようなものだったのだ。娘は塾でも最大限勉強を頑張って成績をどんどん伸ばしていった。そのため第一志望の高校に見事合格を決めた。私は娘がそうやって努力をして何かを成し遂げたことが嬉しかった。娘本人にとっても嬉しい出来事だったと思う。夫も県内一の高校に娘が受かったことは嬉しかったようだ。合格のお祝いに私たちは美味しいお寿司を食べに行って楽しい時間を過ごした。それから娘は高校でも一生懸命に勉強を頑張った。私が何も言わなくてもちゃんと自ら勉強するのは素晴らしい。本当にいい子に育ってくれたなと思う。それに対して夫はどんどんひどくなっていった。後輩たちにどんどん先を越され、いまだに出世ができていない状態。夫もプライドが傷つけられているようで、年々とお酒を飲む量が増えていった。そして酔っ払って暴言を吐くなんてこともあった。どうして俺が出世できないんだよ。会社の奴らは見る目がなさすぎんだよ。ちょっとあなた飲みすぎよ。ご近所の迷惑にもなるし、そんな風に叫ばないで。うるせえ。お前に俺の何がわかるんだ。専業主婦でノーノーと暮らしてるくせに。私はその言葉にカチンときた。私が今までどれだけ頑張ってきたと思ってるんだ。私だってちゃんと働いてるわよ。はあ、たかがパートが偉そうに。責任も負担もない作業をして何が仕事だよ。俺のように大変な仕事をしてから意見を言え。夫はそのように悪態をついてきた。酔っているとはいえ、それが夫の本音なのだろう。私はこの時夫に対して心底失望した。夫はずっと私のことをバカにして下に見ていたのだ。それは許せなかった。そんな風に言うなら家事も子育てもしながら働いてみろって言うんだ。私はここで喧嘩をしたらとても面倒なことになると思い、適当に聞き流していた。すると夫は私が言い返してこないことをいいことに、この後もやたらと私のことをバカにするようになったのだ。お前は本当に女を捨ててるよな。そんなボロボロになった服を着て恥ずかしくないのか。誰のせいでこんな風にボロボロになるまで着なきゃいけなくなってると思ってるんだ。私だって新しい自分の服が欲しい。でもそこに使うお金があるなら食費や娘のために回そうと思うのだ。私の夫に対しての怒りはそうやって増えていった。だが怒りというのもある程度上がってくるとなんだか急激に冷めてくるものだ。こんな夫でもとりあえず働いてはくれているし、娘にちゃんとした教育を受けさせられているからいいか。そんな風に妥協をするような気持ちになる。そうやって腹が立ったり落ち着いたりを繰り返しながら日々を過ごしていった。娘はその間もしっかりと自分のことをやり、現役で難関大学に合格。晴れて大学生になった。ここまであっという間だった気もするし、長かった気もする。子育てというのがとりあえず一段落したような気がした。娘は大学生になり、サークル活動やバイトなどいろんな経験をしながら授業もしっかりと受けて単位を取っていた。そして彼氏もできたようで、毎日とても楽しそうな日々を過ごしている。私も夫とは大学生の時に出会ったので、なんだか昔を思い出してちょっと懐かしく感じていた。夫は昔は優しかったのに、どうしてこんな風に変わってしまったのだろうか。そしてつい最近はかなり横暴というか面倒くさくて、そのひどい態度は娘に対しても向けられている。
それは娘がバイトに行って夜遅くに帰ってきた時のこと。といっても帰ってきたのは22時頃だ。夫はその時酒をたくさん飲んでいて酔っていた。そして娘に絡んできたのだ。おい、この時間に帰ってくるなんて何を考えてるんだ。何ってバイトだけど。こんな夜遅くに帰ってくるならやめろ。え、なんでよ。バイトなんて周りの子たちだってみんな知ってるよ。だからなんだって言うんだ。お前は父親の言うことが聞けないのか。理不尽なこと言われてはいとは言えないじゃない。あんたその口の聞き方は、お前俺のことをバカにしてるのか。そう言ってどんとテーブルを叩く夫。ものすごい大きな音を立てたので私も娘もびっくりしてしまった。ちょっとあなた何してるのよ。うるさい。リナが俺を怒らせるのが悪いんだ。リナ、部屋に行ってなさい。娘は今にも泣きそうになっていたので私は部屋に行かせた。あんな風に娘を怒るなんて何を考えてるの。もう大学生なんだから今くらいの時間に帰ってきても何らおかしくないじゃない。お前がそうやって甘やかすから生意気な娘に育つんだ。何よ、私が悪いって言いたいわけ？そもそもあの子は悪いことなんて何もしてないし、勝手に切れたあなたの方がよっぽど悪いでしょう。はあ、お前嫁のくせに俺に文句を言うのか。誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだバカ野郎。バカって、あなたの方がバカでしょ。なんだと。いい加減飲むのやめなさいよ。少し頭を冷やしてちょうだい。うぜ、俺に差し出すんな。お前の顔を見てたら性格の酒もまずくてしょうがねえ。夫はそう言って家を出て行った。私はすぐに娘の部屋に行った。リナ、大丈夫？娘は部屋に行って少し落ち着いたようで、夫に対しての怒りをあらわにしていた。どうしてお父さんにあんなこと言われなきゃいけないの？本当にそうよね。あの人がおかしいわ。お父さんの言うことは気にしなくていいから、また何か言ってきても私が守るから安心してちょうだい。分かった、ありがとう。娘は完全に夫のことが嫌いになってしまったようだ。そもそも夫は娘に対して父親らしいことはあまりしてこなかった。それなのに今になってそうやって説教じみたことを言っても響かないに決まってるだろう。それに夫がしていることは、うだつの上がらない自分自身に対して感じるストレスの鬱憤を娘にぶつけているという感じだ。そんなことを許せるはずもない。この時のことをきっかけに娘は夫と挨拶もしなくなった。夫も夫で意地を張っているようで、お互いに言葉を交わさなくなった。でもこればかりは夫のせいなので、私は夫の方から娘に話しかけるまでは何も言わないことにしている。そうこうしているうちに、あっという間に月日は流れ、娘は大学を卒業した。そして就職活動を頑張っていたおかげで大企業に就職。春から一人暮らしを始めて一生懸命に働き始めた。娘が巣立っていき、私は寂しくもあったし、今まで一生懸命に子育てを頑張ってきたなと自分を褒めたくもなった。これからはまた新しい私自身の人生の始まりだ。そこで私は前々から少しずつ着手していたことを本腰を入れてやることにした。娘からは夫と別れて家を出ていけばと言われていたが、私がやりたいことは結構な資金が必要なので、今すぐに離婚をすることは得策ではなかった。そのため相変わらずパートをしながら夫と二人で暮らしていた。夫は仕事が忙しいのか、残業や休日出勤をして家にいる時間も減っていった。だから私自身そこまでストレスに感じることもなかったのだ。だがたまに夫が家で酒を飲んで酔っ払うと面倒なのは変わらなかった。その時はいつも腹が立って、一刻も早く離婚してやると思うのだった。それからなんだかんだで3年近くが経った。そしてある日、夫からいきなり電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？今どこだ？パートが終わって帰ってる途中だけど。そうか。じゃあそのまま帰ってくるな。え？どういうこと？もうお前はいらないんだよ。離婚しようぜ。え？離婚？そう言っていきなり私を追い出そうとしてきた夫。私は突然のことでびっくりしたが、これは好都合だと思った。言ったからな、覚悟しろよ。
私はお望み通り家に帰らなかった。その結果、夫は地獄を見ることになるのだった。私は娘に連絡して、申し訳ないが娘の家に一時的に避難させてもらうことに。お父さんは本当に最低だね。そうね、まあ離婚する気だったからいいけど。それにしてもお母さん、よくそんなにお金を貯めたね。ええ、頑張って株の勉強をして投資してきた甲斐があったわ。私がすぐに離婚をしなかったのは、パートで貯めたお金をさらに増やして老後の資金を貯めるためだった。そして最近安定して投資で稼げるようになり、貯金もどんどん貯まっていたところだった。そんな中で夫がいきなり離婚を要求してきたのだ。私はこれは好都合だと思った。というのも、私の勘だが夫は不倫をしているからだ。私が出ていけば、夫は油断して不倫相手と堂々と会うようになるだろう。だから私は家を出ていきはしたが、離婚届はまだ出さないことにした。そして更新所に依頼して調査をしてもらった。すると夫は案の定不倫をしていて、どんどん証拠が集まっていった。弁護士を雇い証拠を提出すると、夫の有責で離婚をできると言われた。そのため私は夫に連絡をして、離婚についての話し合いがしたいと言った。夫は離婚できることが嬉しかったのか、すぐにやってきた。ようやく離婚する気になったか。家を出て行ってから行動するのが遅いんだよ。まったく、専業主婦っていうのはトロトロしてて腹が立つな。ニヤニヤしながらそう言ってきた夫だが、私の隣に弁護士がいることに気づくと、一気に顔がこわばった。なんで弁護士までいるんだよ。そりゃあなたとちゃんと別れるために必要だからね。ああ、ただ別れるのに何が必要だって言うんだよ。だってあなた不倫してるでしょ。え、何のことだよ。証拠はたくさんあるから言い逃れはできないわ。私はそう言って更新所の写真を並べた。ああ、いつの間に。あなたは私を捨ててこの不倫相手と一緒になるつもりだったんでしょ。でもそれにはちゃんと支払うべき慰謝料を支払ってもらうからね。そんな、慰謝料はどうしても支払わないといけないのか。俺にはそんなにお金はないぞ。そうでしょうね。少ない給料で不倫をしてたんだから、貯金なんてしていないものね。慰謝料はけじめとして支払ってもらうわ。まあでも財産分与までするのはかわいそうだから、なしにしてあげる。お、本当か。夫は私の作戦通り、財産分与なしという提案に乗ってきた。そして慰謝料を支払ってもらう代わりに、お互いの財産は分けないということになった。夫は私が投資で稼いでいることは知らない。さらに慰謝料まで支払うことになるので、完全に私の方が得をしている。こうして無事に離婚が成立した私たち。私は投資で得たお金でマンションを購入した。そしてそこで娘と一緒に暮らし始めた。一方、夫は不倫相手と一緒になろうとしていたが、夫が思っていたよりも稼いでいなかったことに不倫相手が驚愕し、捨てられたらしい。そもそも私のパートで娘の学費は支払ってきていたし、私が食費を節約したり、自分のためにほとんどお金を使わなかったから、夫はそれなりに満たされた生活を送れたのだ。私がいなくなった時点で、夫には一人で暮らすほどの収入はあれど、大人二人が豊かに暮らせる稼ぎなんてないのだ。そのことに夫は不倫相手に振られて気づいたようだ。不倫相手に捨てられた後、夫は私に連絡をしてきた。そして復縁を迫ってきたが、すぐに断り、私は購入したばかりの新築のマンションに娘と二人で幸せに暮らしているし、あなたがいなくても十分な収入を得て豊かに暮らしていることを伝えてやった。夫はまさかの事実を知り、絶句していた。私は言葉を詰まらせている夫を無視して電話を切り、着信拒否にした。それから私と娘は夫のことなど忘れて、親子仲良く幸せに暮らし始めた。これからも大好きな娘と毎日楽しい日々を過ごしていこうと思う。あら、引っ越しの準備をしているよね。やっと私たちに家を譲る気になったのかしら。ちゃんと寝たきりのパパも引き取ってよね。どこまで失礼な人なのだろうか。この人はもう私たちの家族ではない。もちろんお父さんのことは連れていくわ。
私の名前はひとみ、32歳の会社員だ。私には和弘という現在お付き合いしている男性がいる。私たちはもともと同じ職場で働く同僚だった。最初は特に恋愛感情は抱いていなかったし、普通に同じ職場の人という印象だった。だが一緒のプロジェクトをやっていて、長く深く仕事を共にしていくにつれて、私は彼の魅力に気づいた。彼はとても優しくて気遣いができて頼れる存在だ。そんな彼に私は気がつけば惚れていた。そしてある日、勇気を出して仕事後に飲みに誘ってみた。あくまで普通の同僚のふりをしてた。彼はもちろんいいよと承諾してくれて、私たちは初めて二人で飲みに行った。そこで彼は嬉しいことを言ってくれた。ひとみさんって本当にいつも丁寧に仕事をするよね。だからひとみさんに任せれば大丈夫っていう安心感を持ちながらいつも一緒に仕事をしてるよ。本当にありがとう。私は仕事で評価してもらえたことが嬉しかった。そしてその日の飲みは他にも趣味の話などをして会話が弾み、とても楽しい時間を過ごすことができた。それ以来私たちは定期的に仕事後に飲みやご飯に行くようになった。そして距離がだんだんと縮んでいき、彼の方から告白をしてくれて付き合うことになったのだ。私は告白をしてもらえてとても嬉しかった。それから私たちは楽しく交際を続けていき、1年ほど経った頃に彼からプロポーズをされた。ずっと前から出会っていたけれど、このタイミングで付き合えていることにも意味があると思う。そして俺は一生この先もひとみと一緒にいたいと思っている。だから俺と結婚してください。私も同じ気持ちだよ。和弘と一緒に人生を歩んでいきたい。これからよろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。それから私たちはすぐにお互いの親に挨拶に行った。はじめまして、和弘と申します。やあどうも、ひとみの父と母です。和弘さんはひとみと同じ会社で働いているんですってね。はい、いつもひとみさんに仕事で助けてもらっています。とても頼りになるんですよ。あら、そうなの。いやいや、和弘の方が私よりも全然仕事ができるから、今度昇進が決まって課長になるし。それはすごいね。いえ、まだまだ私は未熟ですから、周りに支えてもらいながらしっかりと責務を果たすだけです。謙虚で素敵な方ね。いやいや、そんな。私の両親に褒められて、和弘は顔を真っ赤にして恥ずかしそうにしていた。こういうところも普段とギャップがあって可愛いと思う。私の両親はすごく彼のことを気に入っていた。私の大好きな人を親が認めてくれたのはとても嬉しい。そしてその後、私たちは彼の親に挨拶に行った。私はとても緊張したが、ご両親はとても優しくて、私はすぐに打ち解けることができた。それから両家の顔合わせが行われた。だがここで少々問題が起きた。それは私の姉が原因だ。姉のカナは自分勝手でわがままなところがある。そのため正直顔合わせには呼びたくなかったのだが、身内なのに呼ばないわけにはいかなかった。だが姉は顔合わせの場でたくさん酒を飲んで酔っ払ってしまい、そのせいで和弘とご両親に迷惑をかけてしまった。姉はこんなののどこがいいのとか言いながら笑い、悪趣味ねなどと言ったのだ。私の親は飲みすぎだぞとずっと注意をしていたのだが、姉は言うことを聞かずに飲み続け、そして最終的に泥酔をしてタクシーで呼ばれるという事態になった。私は本当に姉に腹が立った。周りのことを考えずに好き勝手やり、そして迷惑をかける。姉は実家の自分の部屋のベッドに運ばれ、しばらく寝ていた。そして起きてきたタイミングで私は姉を問い詰めた。ちょっとお姉ちゃん何してるの？お姉ちゃんのせいで顔合わせの食事会がめちゃくちゃになったじゃない。うるさいな。頭痛いんだから大きな声出さないでよ。別に両家の顔合わせなんてただの挨拶なんだからどうでもいいでしょ。向こうのご家族に嫌な印象を与えてしまったのに何がどうでもいいよ。本当に最低。はいはい、分かったから。別に大した縁談でもないのに大げさなのよ。
そういう問題じゃないでしょ。私がどれだけ怒っても姉は全く気にしていなかった。カナ、確かね、あの場であんな風に飲みすぎるのは良くないぞ。そうよ、私たちがいくら注意しても聞かなかったじゃない。ああ、もうお母さんたちまでうるさいな。頭痛いんだから今責めないでよ。今言わなかったら今度は後になって言わないでとか言うでしょ。顔合わせですらこんな状態ならお姉ちゃんのこと結婚式に招待したくないわ。はあ、別にあんたの地味な結婚式になんてこっちこそ参加したくないわ。ご祝儀だって渡さないからね。私と主人は参加しないから。姉はそうやって逆切れをしてきた。まったく、切れたいのはこっちの方だというのに。でもこれで姉夫婦が参加せずに済んでよかったと思った。姉もそうだが、姉の夫のことも私は苦手だ。彼も姉と同じく調子に乗りやすいタイプだ。姉夫婦は私の親に結婚式の費用を全額援助してもらい、派手な式を挙げた。正直一般人がここまで大きな結婚式なんてしなくてもいいのにと思ったが、姉夫婦曰く一生に一度のことだから派手にしないと意味がないそうだ。だが私はただの目屋であんな豪華な結婚式を挙げたのだろうとすぐに分かった。姉夫婦は目っぱりなので何かにつけて自分たちがすごいというアピールをよくしていた。俺は仕事でもいい評価を得ているからな。このまま行けば課長にだってなれるぜ。姉の夫は聞いてもいないのに私に対してそう言ってきた。きっと会社員である私に対抗意識を燃やしていたのだろう。そして姉も姉で、私は専業主婦になった勝ち組よと言って私を挑発してきた。私はただ働くことが好きだから会社員として働いているわけで、またそれは結婚してからも別に変えるつもりはない。だから別に姉夫婦に挑発されても気にはならなかった。でも姉夫婦と関わると面倒なのは感じていたので、私は基本的に姉夫婦とは距離を置くようにしていたのだ。私は姉夫婦が結婚式に参加しないことを和弘に報告した。身内が参加しない寂しさよりも結婚式を壊されずに済むことに彼もほっとしていた。そして私たちは結婚式を挙げた。理想通りの式を挙げることができ、またたくさんの人に祝福してもらえて幸せな式になった。姉夫婦が参加しなくて本当に良かったと思う。もし参加していたらきっとぶち壊されていただろう。無事に式を終えた私たちは新婚旅行に行き、新婚生活を始めた。共働きなので家事は分担して負担が偏らないようにした。幸せな結婚生活を過ごしてあっという間に月日は流れていき、気がつけば2年が経っていた。2年という月日が経っても私と夫は仲が良くて楽しい毎日を送っていた。だがそんな中、とても悲しい出来事が起きた。それは母が急病で倒れてしまったことだ。私と夫はすぐに病院に向かった。だが母はかなり大変な状態で、意識は戻ったものの容態はかなり悪かった。私と夫が病室に着いた際も眠っていて、目を覚ましても辛そうにしていた。お母さん。ああ、瞳に和弘さん来てくれたのね。お母さん、無理しないで、そのままでいいから。私と夫と父は病室で母のそばに居続けた。母は時折話せる時に話してくれて、私たちは母のペースに合わせて会話をした。だがそれから数日が経った頃、母は亡くなってしまった。私は母との別れをとても悲しんだ。父もかなりショックだったようで、普段泣かない父もさすがに涙を流していた。落ち込んでいる私たちの代わりに夫が葬儀の手配や準備を率先して行ってくれた。そうやって迅速に動いてくれて本当に助かった。ちなみに姉夫婦は母が危篤状態だと伝えても病院に来なかった。母が亡くなってから初めて相当大変だということに気づいたようで、なぜか葬儀の場で私を責めてきた。どうしてお母さんがそんなにも大変な状態だって教えてくれなかったのよ。ちゃんと教えたわよ。いつどうなるかわからないくらい大変だって。それなのに今忙しいからって言って全然来ようとしなかったんじゃないのよ。ほら、母さんの葬儀の場だぞ。喧嘩は全部終わってからにしろ。
父が私たちを注意し、夫が私を姉から遠ざけてくれて、それ以上言い合いをすることはなかったが、この時は本当に自分勝手な姉に腹が立った。そしてこの時のことで、完全に姉と私は関係性が最悪の状態になった。完全に疎遠状態になり、私たちは連絡を取ることなんて一切なくなった。母が亡くなってから、私と夫は父のことが心配になり、私の実家で同居することにした。私のことは気にしなくていいよ。まだまだ一人で生きられるさ。そうやって父は強がっていたが、私たちに遠慮はいらないと告げると同居をしてもらえるのはありがたいと正直な気持ちを言ってくれた。私と夫はすぐに部屋を解約し、実家に移り住んだ。父は定年退職をしているので、基本的に日中は家にいる。家事も一通りできるし、なんなら私と夫のために晩ご飯まで作ってくれるほどだ。父と夫の仲も良くて、私たちはとても幸せな日々を過ごしていた。そしてあっという間に3年の月日が流れた。その後も相変わらず幸せな日々を過ごしていた私たちだったが、ある日父が足腰を悪くしてしまい、車椅子生活になってしまった。私は父の介護をするために仕事を退職。夫も仕事後や休みの日は介護を手伝ってくれた。父が介護が必要になってしまったのは驚いたが、それでも夫婦で協力しながら様々な苦難を乗り越えていった。だがさらに状況は悪くなり、父は他の病も併発してしまった。そのため現在は完全に寝たきりの状態になってしまったのだ。ひとみ、すまないな。こんな風に介護ばかりの生活になってしまって。何言ってるの。今までお父さんにはたくさん世話になったし、面倒もかけたんだから、親孝行して恩返しさせてよ。もっと私や和弘のことを頼ってちょうだい。ありがとう。ひとみと和弘さんがいてくれて、本当によかったよ。父はそう言って、私に感謝をしてくれた。夫も後でその話を聞いて喜んでいた。私たちはたとえ大変なことがあっても笑顔で楽しく過ごしていた。そうやって家族仲良く幸せな時間を過ごした。だがそんな中、いきなり姉夫婦が現れたのだ。上がるわよ。え？お姉ちゃんいきなりどうしたの？お父さんの様子を見に来たのよ。あれ？っていうかあんた会社員じゃなかったっけ？どうしてこの時間帯にここにいるの？ああ、もしかしてクビになった？違うわよ。お父さんの介護のために自ら辞めたのよ。え？お父さん介護が必要な状態なの？ええ、そうよ。じゃあちょうどいいかもね。え？何が？それはこっちの話だからあんたは気にしなくていいわ。いや、っていうか何しに来たの？お父さんに用があって来たのよ。そう言って姉夫婦は父の部屋に向かった。私も慌てて父のところへと行った。カナが、どうしたんだ？お父さん、この家を私たちに譲ってよ。ちょっとお姉ちゃん何を言ってるの？なんと、いきなり姉は実家をくれと父に言い出したのだ。この辺って一等地だから土地がかなり高いじゃない？だから私ができるだけ早くもらってうまく利用しようかなって思って。どうしてそんな勝手なことばかり言えるのだろうか。私はとことん呆れてしまった。そして父も姉のわがままに呆れた様子で諭すように言った。アナ、それはできないよ。今は私は介護が必要な状態で、ひとみと和弘さんがこの家で世話をしてくれている。二人がそこまでしてくれているのに、今まで何もしてこなかったカナに譲ることはできないよ。お父さんたら本当に騙されやすいよね。ひとみたちはこの家を狙ってお父さんに優しくしてただけだから。はあ？一体何を言ってるのだろうか。私も和弘もそんな計算なんてしてないわ。純粋にお父さんのことが心配で介護してるのよ。そうやってごまかさなくていいから。でも実家は私がもらうから、そこだけは譲れないわ。また来るから、それまでに相続の手続きの書類とか用意しておいてね。姉夫婦はそう言って帰っていった。私はすぐに夫にこのことを報告した。
すると夫は少し考えた素振りをしてこう言った。それなら俺たちがいっそのこと新居を構えないか。え？正直この家はお父さんが住むのには適していないと思うんだ。車椅子生活なのにちょっとした段差があったりするし、2階建てだからお父さんが行動できる範囲は1階の限られたところだし、平屋でバリアフリーの広い家を探そうよ。そうね、ちょっとお父さんに相談してみよう。私は夫の意見に賛成だったので父に2人で提案してみた。父はそんなの申し訳ないと言っていたが、私たちは父のために新しく家を買いたいと強く主張した。父は私たちの熱意に押され、実家を手放して引っ越すことに同意してくれた。その代わり、私の貯金から新居の費用の3分の2を出すよ。いやいや、そんなことしなくていいよ。そうですよ。お父さんにお金を出させるのは申し訳ないです。いやいや、これは私の気持ちだから。それに、このままだとカナにも遺産として多くの現金が流れてしまうだろう。そうならないように、瞳や和弘さんのために使いたいんだ。お父さん。私と夫は父の気持ちを汲むことにした。そしてすぐに物件を探し始めた。すると思っていたよりも早く理想の物件を見つけることができた。すぐに私たちは契約をした。そして引っ越しの準備をしていた頃、姉夫婦が再びやってきた。あら、引っ越しの準備をしているよね。やっと私たちに家を譲る気になったのかしら。ちゃんと寝たきりのパパも引き取ってよね。どこまで失礼な人なのだろうか。この人はもう私たちの家族ではない。もちろんお父さんのことは連れていくわ。そう言って私と夫は父を連れて実家を後にした。そして新居への引っ越しを完了させた。それからは私たちはとても快適な暮らしを始めることができた。全面バリアフリーで電動の車椅子を購入したので、父もすごく動きやすそうにしている。新築の物件だったので、部屋はとても綺麗だし、立地も良くてすごく生活がしやすかった。そうやって平和で幸せな日々を過ごしていた私たち。するとある日、姉から電話がかかってきた。もしもし、一体何のよ。助けてちょうだい。雨漏れがすごいし、しかも家がなんだか斜めになってる気がするの。ああ、それは仕方ないんじゃない？だってその家ってさ、トイレとか風呂場はリフォームしたけど、もともとはおじいちゃんの家だったわけだからかなり古いじゃん。そろそろフルリフォームでもしないといけないレベルでしょ。そんな、どうしてそんな大事なことを教えてくれなかったのよ。そんなの追い出された私たちには関係ないじゃん。それにちょっと考えればわかることでしょ。わかんないわよ。一体どうすればいいのよ。しかもシロアリまで出てきてるし。ああ、本格的にやばいね。一回取り壊すしかないんじゃない？ふざけないで。そんなお金あるわけないじゃない。あんたかお父さんが出してよ。なんで？私たちもう他人でしょ？そんなこと言わないでよ。私もお父さんももうお姉ちゃんのこと許すつもりないから、あとは自分たちで何とかしてちょうだい。じゃあもう切るから電話してこないで。待って。私はそう言って電話を切ってやった。スピーカーにしていたのだが、一緒に聞いていた夫と父によく言ったと褒められた。そして姉の電話は着信拒否にした。それから私たちは姉夫婦のことは気にせずに家族で日々を過ごした。ちなみにある日、実家のご近所さんにこっそり話を聞いたのだが、姉夫婦は夜逃げをしたらしい。というのも、姉夫婦は借金をしていたらしく、借金取りに追われていたそうだ。そして実家に移り住んで家賃がかからない状態で借金を返そうと思っていたそうなのだが、家が修繕しないと住めない状態で困ってしまい、行方をくらましたらしい。本当にどうしようもない人だが、この先まともな生活を送ることはできないだろう。まあもう私や父には関係ないことなのでどうでもいいが、私はこれからも夫と協力し合いながら、父の介護をして家族仲良く幸せな生活を過ごしていこうと思う。飯はまだ？っていうか掃除しといてくれる？久しぶりに長男夫婦の声を聞いたと思ったら、二人は私のことを家政婦のように扱ってきた。
冗談じゃない。もうこの子は私の子供ではない。私はついに長男と縁を切る覚悟を決めた。それから少し経った頃、慌てた様子の長男夫婦が電話をしてきた。俺たちの家がなんで？どうしてこうなるのよ。私はつい最近還暦を迎えたばかりの60歳の主婦だ。私は現在一人で生活をしている。夫は数年前に病気で他界し、子供たちもすでに自立している。そのため広い一軒家に私は一人で住んでいるのだ。私には娘のみゆきと息子のたかしがいるのだが、どちらもすでに社会人となって会社員として働いている。長女のみゆきは昔から勉強を頑張っていた子で、現在は大企業の海外支社で働いている。そのため英語はすごく得意でペラペラだ。だから昔私と夫が娘に会いにアメリカへ行った時も、流暢な英語で現地の人と会話をして通訳代わりになっていた。そのおかげで私と夫はすごく楽しく観光をすることができた。娘がいたからぼったくられることもなかったし、ネイティブの人しか知り得ないおすすめのレストランに連れて行ってくれたのだが、ものすごく味が美味しいのにお手頃な価格だった。やっぱり観光地というのはそれだけで値段が高くなるのだなと思った。今でも娘に連れて行ってもらった場所は思い出に残っている。だが娘は海外に住んでいる期間が長く、今はもう5年くらい住んでいると思う。娘は年に1回だけお正月の時期に帰国してきて、実家でゆっくりとした時間を過ごす。今年は私が還暦だからと休みを多く取って早くから帰ってきてくれた。お母さんももう還暦なんだね。なんだか時が過ぎるのはあっという間って感じ。本当にそうね。大人になってからの1年って本当に早いし。そうだよね。お父さんが亡くなってからもう4年も経ったんだ。じゃあお母さんがここに一人で住んでいるのも4年が経ったってことか。そう考えると本当にあっという間ね。私もこんなに長く海外生活をするとは思わなかったわ。もし帰ってきたら日本の文化と合わないかもしれないわね。確かに和の心はもう持ってないかも。随分とアメリカンな思考になったわ。でも和食はやっぱり一番好きだけどね。毎年お母さんの馬煮を食べるのが楽しみすぎて。ありがとう。今年はみゆきが長く滞在してくれるって言うからたくさん作ったわよ。本当？やった。年に1回だとしても娘はこうやって帰省をしてくれて顔を見せに来てくれる。それだけで本当に嬉しくて幸せな気分になる。今年は私の還暦のお祝いに高級な赤ワインをプレゼントしてくれた。そのワインがとても美味しくて、せっかくだからローストビーフを作って娘と一緒に食べながら飲むことに。ああ、本当に美味しいワインだね。お母さんのために買ったワインなのに私までもらっちゃってなんだか悪いわ。いいのよ。こうやってプレゼントを持ってきてくれたことが嬉しいし、一緒に誰かと美味しいということを共有できる時間を作れるのは幸せだから。お母さんが幸せならそれでいいけど、またお母さんと会えるのは1年後になりそうだからちょっと寂しくなるわ。そうね。またアメリカに遊びに行こうかしら。全然おいでよ。もっといろんなところに連れてってあげるよ。いいわね。私も簡単な英語くらい話せるように勉強しておこうかしら。とてもいいと思う。いくつになっても人間は新しいことに挑戦できるから。私が住んでる家の近くに70歳のアメリカ人のおばあさんが住んでるんだけど、日中にいつもピアノを弾いててね。上手だからずっとピアノを弾いていたのかと聞いたの。そしたら65歳の時に始めたって言ってたの。そうなの。すごいわね。うん。それ聞いて何を始めるにしても遅すぎることはないって思ったの。素敵ね。私もいろんなことへのモチベーションが上がったわ。私も今年こそはマラソンに挑戦しようと思ってる。そのための体作りも頑張ろうと思ってるんだ。いいわね。応援してるわ。まあそうは言ってもこのローストビーフは当然食べるんだけどね。お正月は例外よ。私はそうやって娘ととても楽しいお正月を過ごした。それから娘はまた海外へと戻っていった。私は自分の日常に戻り、ゆったりとした日々を過ごしていた。
するとそんな中、いきなり長男のたかしが家にやってきたのだ。しかも長男嫁である香織さんも一緒にやってきた。あら、あなたたちが来るなんて珍しいわね。今日はいきなりどうしたの？私が驚きながらそう聞くと、長男は笑いながらこう言った。そんな驚かなくてもいいじゃん。母さんが還暦を迎えたから、そのお祝いに来たんだよ。ええ、ああ、ありがとう。私はまた驚いた。長男は長女と違ってあまり実家に寄りつこうとしてこなかった。長男はちょっとわがままで調子に乗りやすい性格で、その分夫と長男の子育てについては苦労した。だからこそ少し厳しく接しすぎたような気もする。そのため長男は実家に帰ってくることがほとんどなかった。結婚の報告だって長男嫁のご両親がどうしても私たちと会いたいと言ってくれたからしてくれたのだ。そんな風に私たちのことを避けてくる子だったので、長男が実家にやってくるのは珍しいなと思った。しかも私の還暦祝いをしてくれるなんてびっくりだ。数年経って息子も成長したということだろうか。これ母さんにプレゼント。え？何かしら。長男が笑顔で渡してくれたのはお掃除ロボットのルンバだった。あら、こんな高そうなのいいの？いいんだよ。母さんも一人でこの家の掃除をするのは大変だろう。だからこのルンバに任せるのはいいと思うんだよね。ありがとう。とても助かるわ。長男がそんな風に祝ってくれて嬉しかったので、私は長男夫婦とせっかくだからご飯を食べようと思った。よかったら今日一緒にご飯を食べない？お寿司でも取ろうかと思うの。おお、いいじゃん。お寿司嬉しいです。長男夫婦はそう言ってとても喜んでいた。なんだか初めてこうやって長男夫婦と家族らしい接し方をすることができた気がする。長女にも還暦のお祝いをしてもらったし、今年はなんだかすごく幸せな一年を過ごせそうな気がする。だが私の予想と反し、これから私にはかなり辛い出来事が待っているのだった。長男夫婦は還暦のお祝いで実家にやってきてからというもの、わだかまりが解けたのか定期的に家を訪れるようになった。母さん元気？ああ、たかしに香織さん。私は元気だよ。そうか、それならよかったよ。でも何かあったらすぐに連絡してくれよ。父さんがいなくなってから母さんは一人きりなんだから、何かあったら心配だからさ。お母さんが健康でいてくれると私たちも嬉しいですから。そう言ってくれてありがとう。息子夫婦に心配してもらえて嬉しいよ。なかなか今まで実家に勝手に来づらくなっていたからさ、こうやってまた会えるようになってよかったって思ってるんだ。たかし。私は長男の成長した姿を見られた気がして嬉しかった。長男嫁も私に優しいし、これなら良好な嫁姑関係も遅れそうだ。そしてそれから何度か長男夫婦が家にやってくるようになった頃、ある日彼らがこんな提案をしてきた。母さん、俺たちとここで同居しないか？え？同居？もう何度も俺たちここに来てるさ。母さんのこと心配だから、いっそのこと一緒に住んでしまう方がいいかなって思ったんだ。いや、でも仕事とか大丈夫？それに息子であるあなたはよくても、香織さんは義理の母親と暮らすことに抵抗があるんじゃないかしら。いやいや、そんなことないですよ。私も同居に賛成してますから。お母さんと一緒に暮らせたら楽しいなって思ってます。本当に？それは嬉しいわ。あ、だから母さんは何の心配もいらないんだよ。俺たちと一緒に住んで楽しい日々を過ごそうぜ。私は長男夫婦に同居を提案してもらえてとても嬉しかった。そして数年間も一人きりの生活を送ってみて、やはり寂しかったのだろう。誰かと一緒に暮らせるというのがとてもワクワクした。長男夫婦は私が同居に同意するとすぐに引っ越してきてくれた。これから楽しい日々が始まると私は期待に胸を膨らませた。最初の頃はとてもうまくいっていたと思う。長男夫婦と毎日食事を一緒にとり、楽しくお話をしながら幸せな時間を過ごした。
だが同居を始めて1年ほどが経った頃、長男夫婦の態度に変化が現れ始めた。それはある日のこと、長男嫁が朝全然起きてこないので私は起こしに行った。だけど部屋には入らず外から声をかけるようにした。すると部屋のドアが開き、長男嫁が起きてきた。あ、ガオリさんおはよう。もう11時になるわよ。そろそろ起きて。お母さん、人の睡眠の邪魔をしないでもらえます？え？私は眠いんです。いや、でもこれ以上寝たら昼過ぎに起きることに。別にいいじゃないですか。そう言って長男嫁はドアを閉めてしまった。私はまさかそんな態度を取られるとは思わなかったので驚いた。今まで二人で家事を分担していたのに、長男嫁が寝てしまったので私は一人で家事をしなければならなかった。一人で暮らしていた時はそんなに汚れることもないし掃除も簡単だった。だが大人が三人も一緒に暮らしていると、それだけで家の中は汚れていくものだ。そのため掃除だけでもかなり時間がかかったし、ものすごく疲れた。そして案の定、長男嫁は昼過ぎに起きてきた。起きてくると、お母さん、私のお昼ご飯はどこですかと聞いてきた。え、いや、用意してないけど。はあ、使えないわね。え、小声でそのように言う長男嫁。私は耳を疑った。どうしてそんなことを言われなければならないのだろうか。それから長男嫁は全く家事をしなくなった。ずっと私が一人で家事をしている状態だ。私の中で一気に長男嫁への信頼が崩れ落ちていった。そしてそれは長男に対しても同じだった。長男嫁のことについて私は息子に相談をしてみたことがある。だが長男は私の味方になってくれなかった。香織は忙しいんだよ。だから母さんが支えてやってくれよ。そんな、忙しいって言ったって昼過ぎに起きてきてぐうたらしているだけだ。そんな状態の長男嫁を支えるもクソもない。そして長男夫婦はさらに生意気な態度を取るようになった。母さん、またこのメニューかよ。本当にレパートリーが少ないのね。これなら外食した方がマシなんだけど。っていうか、お母さんピザの出前取ってよ。罰としてお母さんのおごりね。そりゃいい。母さん俺たちにおご…そもそも生活費を1円も入れていない長男夫婦の生活は私が支えているのだから全部おごっているようなものだろう。それなのになぜか私の方が立場が下のような言い方。私はだんだんと長男夫婦の態度に我慢できなくなった。ちょっと、あなたたち最近私に対しての態度がひどいんじゃないかしら。香織さんは家事をサボりすぎだし、たかしももっと私に優しくしてくれてもいいんじゃないかしら。私がそう言うと長男夫婦は分かりやすく不機嫌そうな顔をした。母さん、そんな態度俺たちにとっていいのか。誰が同居してやってると思ってんだ。そうですよ。私たちを怒らせるとどうなるか教えてあげますよ。そんなことを言った長男夫婦。そして翌日から私のことを無視するようになったのだ。私が何度挨拶をしても知らんぷり、まるで私を空気のように扱ってきた。これは長男夫婦の私への攻撃なのだろう。私は頭に来たので、私も無視を貫くことにした。絶対に負けてたまるものか。話しかけてこないなら、私も話しかけないようにしよう。長男夫婦は私が話しかけてこないので、つまらないと思ったのか、わざとソファーを占拠したり、食卓に長い時間居座ったりした。それで嫌がらせをしてるつもりなのだろう。発想があまりにも子供すぎて、逆にさらに負けたくないと思った。そしてお互いに意地を張っていたら、気がつけば一年という月日が流れていた。そしてその頃に長男夫婦が沈黙を破った。無視をするのが面倒になったのだろう。長男夫婦は私にいきなり話しかけてきた。おい。え？いきなり多いと言われたので私はびっくりして普通に返事をしてしまった。
飯はまだ。っていうか掃除しといてくれる？家事しか取り柄がないんだからちゃんとやれよ。約1年ぶりの会話がこれだ。久しぶりに長男夫婦の声を聞いたと思ったら、二人は私のことを家政婦のように扱ってきた。あなたたちが自分でやればいいじゃない。というか、いきなり話しかけてきてどういうつもり？私がそう聞くと二人は驚きの事実を告げた。香織が妊娠してて家事をするのが大変なんだよ。妊娠？そんなの聞いていなかった。そして自分でもびっくりするほど二人の子に興味が湧かなかった。それだけ私の中で長男夫婦に対して冷めた感情を抱いていたのだろう。長男夫婦は続けてこう言ってきた。香織の代わりに全部の家事をしてくれ。子供が生まれたら子供の世話も頼むな。お母さんが全部やってくれたら私たちは自由になれるわね。冗談じゃない。もうこの子は私の子供ではない。今まではどこかで自分の息子だからという情けの気持ちがあった。でももう限界だ。私はついに長男と縁を切る覚悟を決めた。そしてこっそり荷物をまとめて家を売って出て行った。それから少し経った頃、慌てた様子の長男夫婦が電話をしてきた。おい、母さん。俺たちの家がなんで赤の他人のものになってんだよ。急に退去勧告が来て、どういうことか問い合わせたら、持ち主が売却したって言われたんだよ。これってつまり母さんのことだろ。この家は俺のものじゃないのか。どうして母さんが所有してるんだよ。そうやって声を荒げる長男。そりゃお父さんの遺産を相続した時に私が名義人になったからに決まってるでしょ。俺が名義人じゃないのか。そういう手続きをあなたはした記憶があるの？いや、ないけど。だったらあなたが名義人になった事実はないってこと。大人なのにそんなことも知らないのね。じゃあ俺たちは完全にこの家を追い出されてしまうってこと？ええ、その通りよ。そんな。どうしてこうなるのよ。長男夫婦が泣き叫んでいる声が電話越しに聞こえてきた。私を存在に扱った罰ね。思う存分苦しむがいいわ。待ってよ、母さん。謝るからまた一緒に暮らしてよ。今度はちゃんとコミュニケーションを取るからさ。それに孫の顔も見れるぞ。嬉しいだろ。ごめん、あなたたちの子供には全然興味がないわ。それくらいあなたのことを嫌いになったみたい。じゃあもう電話してこないでちょうだい。私はあなたとは縁を切るから。母さん待ってくれ。長男がまだ話していたが、私は電話を切った。そして着信拒否にした。長男夫婦は仕方なく長男嫁の実家に助けを求めたらしいが、長男嫁のご両親にも私は全てを伝えていた。そのため同居も何もかも断られて、現在はボロいアパートで生活をしているらしい。ちなみに私は現在長女と一緒に暮らしている。というのもつい最近に長女は移動で日本に帰ってくることになったのだ。タイミング的にもちょうどよくて、私はすぐに長女に連絡を取った。すると一緒に住もうと提案をされたのだ。だからすぐに荷物は運んで引っ越すことができた。現在は長女と仲良く幸せな日々を過ごしている。これからも私は長女と仲良く幸せな親子関係を築きながら楽しく幸せに暮らしていこうと思う。仕事中なのでお母さんの還暦祝いには行けません。じゃあ家族とは認めないわ。そのまま帰ってくるな。離婚だよ。勝手にそのようなことを決める義母。それならお望み通りしてやろうじゃないか。私は言われた通りに帰らないことにした。すると義母から鬼電がかかってきた。お願い、今すぐ帰ってきてちょうだい。私の名前はみゆき、30歳の会社員だ。夫のたけるとは結婚して3年になる。なんだかんだでそれくらいの月日が経っているが、正直ここまで結婚生活が続くとは思っていなかった。
夫との出会いは仕事関係で、私が働く会社によく彼が営業に来ていたことがきっかけで知り合った。一生懸命に営業をしている姿がとても印象的だったのだ。仕事にとても誠実に取り組んでいるのは素晴らしいなと思っていた。そして見かけるたびにちゃんと挨拶もしてくれるのでいい人だなと感じた。そんな中、たまたま職場の人と入ったバーで彼と遭遇し、せっかくなので一緒に飲むことに。そこで連絡先を交換し、それから食事だったり飲みに行くようになった。そしてデートにも行くようになり、交際がスタート。1年ほどお付き合いをした後、彼からプロポーズをされて、私たちは結婚することになった。思っても見なかった流れで距離が縮まり、さらには結婚にまで至るとは思わず、これこそ運命なのではと感じた。結婚式ではお互いの職場の人たちや友人たちがたくさん参列し、思い出深い最高の式を挙げることができた。新婚生活も幸せいっぱいで、最初の頃は本当に楽しかった。だが、だんだんと気になることが出てきた。それは義母の存在だ。結婚の挨拶の時から思っていたのだが、義母はやたらと夫に構いたがる。タケルちゃんは本当に優秀だものね。学生の頃は勉強ができて、社会人になってからはお仕事がすごくできるもの。本当に自慢の息子だわ。母さん、恥ずかしいよ。あら、本当のことを言ってるだけじゃない。自分がすごいってことをおとなしく受け入れた方がいいわよ。義母は夫がいるとすぐに褒めちぎり、夫の話を延々とする。そういえば小学生の時はタケルちゃんは徒競走が得意でね、いつも一番だったのよね。勉強だけじゃなく運動もできて本当に天才だなって思ったわ。こうやってただ褒めまくる親バカだけなら問題はない。だが息子を溺愛しているがために、私に対しての当たりが結構きついのだ。みゆきさん、あなたちゃんとタケルに栄養のあるものを食べさせてるんでしょうね。毎日の食事を写真に撮って送ってきなさい。結婚当初にそんなことを言われて私は戸惑った。だが何度も催促されるので仕方なく私は写真を送った。すると義母は毎回いろいろと私の作った食事にケチをつけてくるのだ。野菜が少ない、お肉の量が足りない、見栄えが悪い、メニューにバリエーションがなさすぎ。そうやって好き勝手に文句を言ってくる義母。だが私だって働いていて忙しい中で料理をしているので、そこまで食事に注力することはできない。夫は美味しいと言って毎日ちゃんと完食をしてくれるし、夫自身から不満を言われたことはない。しかし義母からそうやっていちいち文句を言われるので、もっとちゃんとしなきゃいけないのかと不安になる。そのため仕事で疲れていてもなるべく手の込んだ料理を作るようになった。だがその分体力的にかなりきつい。夫は料理ができないし、それに毎日義母から写真を撮って送るように言われているので、夫に作らせたとしても私が作ったと勘違いされてボロクソに言われるだろう。だから晩ご飯は必ず私が用意しないといけないのだ。仕事が落ち着いたらそれも可能なのだが、どうしても仕事が忙しくて残業をしないといけない時期は本当に大変だ。そして容赦なく義母は私に電話をして文句を言ってくるのだ。ちょっと、今日の晩ご飯の写真を送ってくるの遅いんじゃないの？すいません、さっき帰ってきたばかりなので。はあ？さっき帰ってきたばかり。あんた何を言ってるの？こんな遅くまでタケルにお腹を空かせた状態で待たせてるの？信じられないわ。一体何をしてたのよ。何って、仕事ですが、残業だったので。嘘をつくんじゃないの。どうせ遊び歩いてたんでしょ。違いますよ、私だって会社員なんですから。そんなこと言っても大した仕事なんて与えられてないでしょ。義母はそうやって私のことを完全に舐め切っている。おそらく学歴が関係していると思う。私は大学は出ているが、そこまでレベルの高い大学ではない。そのため義母にものすごくバカにされるのだ。
そんな三流大学の女とタケルちゃんが結婚することになったわけ？私嫌だわ。思えば結婚の挨拶の時も義母はそんなことを言っていた。初対面でいきなりそんなことを言ってくるなんて非常識な人だなと私は思った。そして思い返せば夫はその時は苦笑いをしているだけで私のことをかばってはくれなかった。もしかして夫も義母と同じことを思っているのだろうか。そんなことを考えてしまいモヤモヤすることが多かった。それから結婚生活を続けていくうちに気づいたのだが、夫はマザコンだった。まあ、あれだけ義母に溺愛されて甘やかされているので、自分の母親のことを異常に大事にするのは当然なのかもしれない。夫はよく義実家に帰りたがっていた。結婚当初は二人で出かけたりする時間を作ってくれていたのだが、だんだんと遠慮がなくなってきたのか、義母に会いに行きたがるようになった。だが私は行きたくないので、夫一人だけを帰らせて家にいるようにした。その度夫は、どうしてみゆきは来ないんだよと口を尖らせていたが、私は気にしないようにした。お盆や正月の時はさすがに断ることができないので、義実家に行かざるを得なかったのだが、その度に私は嫌な思いをした。みゆきさんは本当に料理が下手ね。送ってくる写真の料理がひどすぎて、タケルちゃんがかわいそうだって毎日思ってるのよ。実際に目の前で作らせたら手際が悪すぎてびっくり。女として失格ね。そうやって調理をしている横で私を罵倒する義母。お前が邪魔だから料理が進まないし、しかもどの器具がどこにあるのか教えてくれないから流れがいちいち止まるのは当たり前だろう。それなのにそうやって私を罵倒してくるなんて本当に性格が悪い。きっと一人息子を取られたと思い、私のことをものすごく敵視しているのだろう。夫のマザコンプリにも義母の嫁いびりにも私はかなりうんざりしていた。今年こそは離婚してやる。私は何度かそう思うのだが、仕事が大変だったり、せっかく結婚したのに離婚という選択肢を取って後悔しないかなど悩んでしまい、結局現状維持を選んでしまっていた。そうやって気づけば結婚して3年という月日が経っていた。そんな中、義母はいつもの嫁いびりに加えて、孫はまだかと私をいびってくるようになった。結婚して3年も経ってるんだよ。孫の顔一つ見せることをしなさい、この役立たずが。三流大学出身で家事も仕事も三流でいいところなんて一つもないんだから、子供を産んで後継するしかないでしょう。どうしてそこまで言われなければならないのだろうか。私は怒りを通り越して呆れていた。義母はそうやって嫁を罵倒することでしか自分を満たすことができないのだろう。本当に幸せを感じている人は誰かを罵倒し続けることなんて選択肢を取らない。そもそも自分が幸せだから周りなんていい意味でどうでもよくなると思う。だが義母はしつこいくらいに私をいびってくるので、そこまで幸福な人生を歩めていないのだろう。もちろん義母からの嫁いびりには頭を悩ませていたが、そうやって考えるようにしただけでだいぶ心が軽くなった。しかし義母はさらに面倒なことをするようになった。それは頻繁に私たちの家に訪ねてくることだ。今までは夫が義実家に遊びに行くことが多かったので、義母が私たちの家に来ることはほとんどなかった。だが最近夫の仕事が忙しいからと、わざわざ義母が来るようになったのだ。私が残業で遅めに帰宅すると、そこには義母の靴があり、そして今で義母と夫が楽しそうに食事をしているのだ。あら、みゆきさん帰ってきたの？せっかくタケルと楽しい時間を過ごしていたっていうのに残念ね。お母さん、いらしてたんですね。ええ、タケルに会いにね。あなたの分はないから自分で作ってちょうだい。そう言って勝ち誇った顔で食事をする義母。だが私だって義母の料理なんて食べたくない。私は仕事で疲れていたこともあり、義母に対して攻撃的な態度をとった。勝手に食材を使ったんですか？連絡くらいくれないと困ります。非常識ですね。私がこう言うと義母は顔を真っ赤にして怒った。はあ？どうして私があんたにそんなことを言われなきゃいけないのよ。タケルに養ってもらってるくせに生意気よ。養ってもらってる？
私はそう聞きながら夫の方を見た。夫は気まずそうに視線をそらす。義母が勘違いしているのか、夫が嘘をついているのかは知らないが、実際にこの家の家計を支えているのは私だ。私は現在会社で課長を務めている。会社自体も最近波に乗っているので給料も結構高い。一方、夫は確かに学歴は高いかもしれないが、就職した会社にエリートが多すぎて夫は出世をすることができないでいる。しかも後輩からもどんどん先を越されていて、今ではすでに窓際部署に追いやられている。年々と給料は下がっていて、現在は私の半分くらいの給料だ。だからこの家での生活はほとんど私の稼ぎで賄っているようなものなのだ。それを知らずに義母は私のことを罵倒してきている。そうだよ、あんたはタケルに結婚してもらった立場なんだよ。それなのにどうしてそんな生意気なことが言えるんだい。本当にどうしようもない女だね。家事もできない、仕事もできない、子供もできない、ないない尽くしじゃないか。あんたなんてタケルにいつ捨てられるかわからないね。私は夫の方を見た。夫は相変わらず気まずそうにしている。そして、母さん捨てるだなんてそんな、と弱々しく注意していた。あら、やっぱりタケルは優しいわね。でも厳しくするときはしないと、この女は調子に乗って突き上がるわよ。私がそんなことは許さないからね。義母には本当に参ってしまう。まさかここまでしつこいとは。そしてそんな中、さらに面倒なことが起きた。それは私が出張中での出来事。仕事中にやたらとスマホが鳴るので、一体何だろうと思い、一瞬トイレに行ってその時にスマホを確認した。すると義母から鬼電がかかっていたのだ。何かあったのだろうか。いや、でもどうでもいいことのような気がする。私はそう思い、電話を切って仕事に集中した。そして仕事を終えてからスマホを開くと、さらにまた義母から電話が大量にかかっていた。さすがにこれは何か大事なことなのかもしれないと思い、私は折り返した。すると秒で義母は電話に出た。遅い、すぐに電話に出ろ、このアホンだら。電話に出るや否やそのような大声を出してきた義母。私はこのままじゃ耳がやられると思い、すぐにスピーカーに切り替えた。お母さん、一体何の用ですか？明日私の還暦祝いを行うから、あなたも絶対に参加してちょうだい。え？還暦祝い？折り返して損をしたと思った。そうよ、親戚たちも呼ぶんだから絶対来るのよ。あなたには料理を作ってもらうからね。宴会の準備も全部任せたわよ。そんなの無理ですよ。はあ？あんた何を言ってるの？断る権利はあなたにはないのよ。そもそも私は出張中なので。何が出張よ、どうせ旅行でもしてるんでしょ。さっさと帰ってきなさい。いい加減にしてください。私は仕事中なので無理です。仕事中なのでお母さんの還暦祝いには行けません。私はそうやってきっぱりと断った。すると義母はかなり怒ったようだ。再び大声を出した。じゃあ家族とは認めないわ。一生出張してろ。そのまま帰ってくるな。離婚だよ。勝手にそのようなことを決める義母。だが私ももう限界だった。それならお望み通りしてやろうじゃないか。私は言われた通りに帰らないことにした。夫から大量に着信がかかってきたが全部無視。すると義母から鬼電がかかってきた。だがどれも全部無視してやった。私は実家に帰って実家から仕事に通うようにしていた。そしてあっという間に1ヶ月の月日が流れていた。すると義母から再び電話がかかってくるようになったのだ。仕方ないので私は電話に出ることに。義母は今まで聞いたことのないような弱々しい声で私に懇願してきた。お願い、今すぐ帰ってきてちょうだい。このままじゃタケルちゃんが。大慌てをしている義母。それもそのはず、
夫の給料だけではあの家の家賃は支払えないからだ。それに家事を一切しない人だから、義母が掃除や洗濯などをしに来ているのだろう。しかし家賃が支払えなくなり追い出されてしまうことになるとかなり大変だ。家賃を払えていない時点で借金を背負っているのと同じだしね。義母が焦っているが私には関係ない。あれ？電波がおかしいなぁ。私はあえて聞こえないふりをした。とにかくタケルさんとは離婚しますから。それじゃあ。え？あ、ちょっと。そうやって電話を切り、義母の番号は着信拒否にした。それから私は弁護士を雇い、夫に離婚を要求。裁判まで起こしても構わない旨を説明すると、夫はすぐに離婚に応じた。こうして私は無事に夫と離婚をすることができた。また義母からの余命日が離婚の原因だということで、夫は少なからず慰謝料も請求することができた。夫は離婚後に実家に戻ったそうだが、今まで義母に対して嘘をついていたことからとても気まずい思いをしているらしく、また仕事でミスをやらかしてしまい、さらに減給となってしまったそうだ。元義母は自分の息子がそこまで会社で使えない存在になっているとは思わず、ショックを受けて寝込んでしまったらしい。元夫からそういった報告とともに助けてほしいというメールが大量に来ていた。本当にどうしようもない親子というか、縁を切って本当に良かったなと思った。一方、私は会社近くの単身用マンションに引っ越し、さらに仕事に打ち込むことができている。恋愛はしばらくいいので、これからも仕事で結果を残し、さらに上を目指していこうと思う。手取り15万で生活費が足りないなら出ていけ。そう言って私を無理やり外に追い出した夫。翌日、私が目を覚ますと夫から大量の着信が入っていた。おい、金庫の鍵はどこだ。え？それ暗証番号でしか開かないタイプだけど。その後、夫は地獄を見るのだった。私の名前は葵、32歳の会社員だ。夫の和也とは結婚してもうすぐ3年が経つ。私たちはもともと大学時代の同級生で、同窓会で再会したことをきっかけに交際が始まった。当時私は長年付き合っていた彼氏に振られて心に傷を負っていた。そんな中、久しぶりに和也と会い、学生時代の懐かしい感覚なども蘇って居心地の良さを感じた。それから二人で仕事後に飲みに行ったりするようになり、交際が始まったのだ。学生時代からの友人で気を使わずに済むので、私はいろんな話をすることもできたし、素でいられた。そして順調に交際を続けた私たちは、1年ほど付き合った後に結婚することに。もうすぐ30歳だったので、私は20代のうちに結婚をしておきたかったのだ。和也は働いている会社の給料が低かったが、一生懸命働いているようだし、私自身が会社員として働いているから生活は問題なく送れるだろうと思っていた。そして私たちは婚姻届を出して結婚に至った。最初の頃は新婚なので、とても楽しかった。毎日一緒にいるだけで幸せな気分になっていた。だが結婚生活を続けていくうちに少し気になることがあった。それは夫が全く家事をしてくれないことだ。私ばかりが料理をして、掃除をして洗濯をしていた。ねえ、あなたも少しは家事をしてくれない？私ばかりが家事の負担が多くて大変なんだけど。私は夫にそうやって文句を言った。だが夫は全く聞く耳を持ってはくれなかった。そんなこと言われても俺は家事とかしたことないから。そう。夫は生まれてからずっと実家暮らしで、一度も料理や洗濯をしたことがないらしい。まさかそこまで家事をやったことがないとは知らず、私は絶句した。じゃあ少しずつ覚えていこうよ。私が教えるからさ。私はそうやって夫に提案したのだが、夫はそれを拒否した。いや、俺いつも遅くまで仕事してるんだよ。それから家事やるとかありえないから。夫は確かに毎日のように残業をしている。だが私ばかりこうやって負担が増えるのはあまり納得がいかなかった。それにたくさん残業をして帰りが遅い夫よりも私の方が稼ぎは上だった。
だからこうやって家事を私ばかりがやらされている状況に納得していなかったのだ。だが夫は堅くなに家事をやろうとはしてくれない。俺は一家の大黒柱として一生懸命働いてるんだからさ、嫁として家庭を支えてくれよ。それならもっと稼いできてほしいのだが。しかしそんなことはさすがに言えず、私は仕方なく自分一人で家事をやっていた。いろいろと不満はあったが、それでも私は夫のことが好きだったので家事を頑張り、そして仕事も継続して頑張っていた。だがその後、夫はまさかの発言をしだした。それはある日の夕食の時のこと。葵、いつになったら仕事辞めてくれるんだ。え、どういうこと。普通さ、嫁になったら仕事は辞めて家庭に入るものだろ。いや、ちょっと待ってよ、私仕事辞めるつもりなんてないけど。ああ、ふざけんなよ。え、奥さんが専業主婦じゃないとかありえないって俺会社で言われてんだよ。これ以上俺に恥かかせんなよ。だから仕事は今すぐに辞めろ。そんな。私は夫にいきなりそんなことを言われて驚いた。っていうか、そんなことを言ってくる同僚なのか上司なのかわからないが、会社の人も頭おかしくないか。今の時代、共働きは当たり前だし、なんなら夫よりも私の方が給料は上だ。だから私が仕事を辞めてしまうとかなり生活は苦しくなってしまう。私が仕事を辞めるのは現実的じゃないよ。これからどうやって生活していくの？今二人で住んでる家の家賃を下げるの？いやいや、ここから引っ越すなんてことはしないぞ。なんで今よりも生活の質を落とす必要があるんだ。そんなこと言ったって、あなたの給料の手取りは15万なんだから、節約をしないとやっていけないでしょ。今のこの部屋の家賃は12万なんだよ。それじゃあ残り3万しか残らないじゃない。それをやりくりするのが専業主婦の役目ってもんだろ。私は夫がこんなことを言い出したので絶句してしまった。この人には光熱費とか水道代とか通信費とか、そういったものの概念が一切ないのだろうか。月3万なんて食費でギリギリのレベルなんだよ。まともに生活をしていけるわけないじゃない。私はそうやって必死になって訴えたが、夫は全く聞く耳を持ってはくれなかった。うるさい。俺は今まで結婚する前は何の問題もなく生活できてたんだ。だからお前がうまくやりくりすればいいだけだ。そんな。私は夫の理不尽な物言いにびっくりしてしまった。というか、夫は今まで実家住まいなのだから、そもそもお金はほとんどかからないだろう。その時の感覚で私に無理難題を押し付けられても困る。だが夫は私にどうしても専業主婦になってほしいそうで、私は結局夫の要求に応じるしかなかった。私は浮かない顔をしながら上司に相談をした。葵さん辞めたいって本当に？旦那がどうしても専業主婦になってほしいって言ってきて。そんな、本当にどうにもならないの？何を言っても全く聞いてくれないんです。マジか。上司はすごく困惑していた。そして少し考えた後、こんな提案をしてきたのだ。とりあえずは休職扱いにして、それから在宅勤務で働くようにすれば。え、在宅ですか？ああ、それなら旦那さんも納得してくれるんじゃないかな。旗から見れば専業主婦のように見えるし。なるほど。私はとてもいいアイデアだと思った。在宅で働かせてもらえば家事に集中することができるし、その上でしっかりと収入があるので生活も問題なく送ることができる。私はすぐにその条件で休ませてもらうことにした。そして夫にはこのことは内緒にして退職をしたということに。私が仕事を辞めてきたと話すと、夫は満足そうな顔をした。これでやっとお互いが自分の役割を全うできるな。これから家事は一切手を抜くなよ。そうやって笑う夫、本当に自分の状況を分かっていないというか、世間知らずすぎる。まあ私が裏で頑張っていればとりあえず大丈夫だろう。私はとりあえず1ヶ月間の休職をさせてもらい、それから在宅で働くという流れになった。実際に1ヶ月の休職状態の生活を送ったところ、これは本当にやばいということが分かった。夫の給料が少なすぎるので、まともな生活を送ることができなかった。
まず家賃で12万が飛んでしまい、さらに水道、電気、ガスと公共料金で合わせて1万弱が飛ぶ。その時点でもう2万くらいしか残っていない。その上で家の Wi-Fi とスマホの通信料を合わせて7000円くらいが消えるので、実際に食費に使えるのは1万3000円程度だ。そんなの一人暮らしの食費でもかなり安いレベルだ。それを二人分の食費を用意しなければいけない。まず無理だろう。だが私は一回夫にもこの状況がいかに大変か分かってほしくて、あえて夫の給料だけで1ヶ月暮らしてみた。そうやって生活をすれば、いかに自分の給料が少なくて二人での生活を送ることができていないか分かるはずだ。夫は日に日に険しい顔をするようになっていた。それもそのはずで、私は食費を極限まで下げていたので、食卓に出るものはすごく少なかったり質素なものだったからだ。なん、今日もうどんなのか？ええ、そうよ。昨日は焼きうどんで今日はきつねうどんって、お前料理する気ないだろ。何を言ってるのよ。食費を削らないとやっていけないから、こういう食事になってるんじゃない？ああ、そんなのありえないぞ。結婚する前は俺はもっと栄養のあるものをたくさん食べられたぞ。あのさ、それってあなたが実家で暮らしてたからだよね。食費を出してるのはお父さんでしょ？そんなことない。俺は家に金を入れてたぞ。毎月3万入れてたんだから、食費を払ってたってことだろ。たとえ3万を家に入れていたからって、それ以外のお金を一切出さずに住んでいるのだから、自由に使えるお金は12万もあるだろう。こっちは自由に使えるお金どころか、食費に充てられるのが1万3000円なんだぞ。どうしてそういう部分の計算というか思考ができないのだろうか。私はここまで夫が話の通じない常識のない人だとは思わなかった。毎日残業してるのに、これだけしか稼ぎがないブラック企業で働いて頭がおかしくなっているのだろうか。そんな疑惑まで出てきてしまうほどだった。もうちょっとお金の動きというかさ、自分の稼ぎがどれくらいで何にどれだけお金がかかっているのか把握してくれない？私はそう言って、光熱費やガス代などの請求書、家賃の請求書などを並べて夫に見せた。ここまですれば夫の給料だけで暮らすことがどれだけ大変なのかわかるはずだ。だが夫はそれを見ようともしなかった。いい加減にしろ。俺は今まで普通に問題なく生活できてたんだ。食事が質素なことや家計のやりくりがうまくできないのはお前の責任だろ。専業主婦になったんだから、その辺もっとちゃんとしろ。夫はそう怒鳴って自分の部屋に戻ってしまった。私はため息をつきながら、食卓に置かれたままの夫が食べ終わった食器をシンクに置いて洗った。結婚する前はこんな人だとは思わなかった。やっぱり一緒に生活をしてみないと、人の本質というものはわからないものだ。私はそれからすぐに在宅での仕事を始めた。とりあえず次の給料日までは私の貯金で生活をしよう。それでもできる限り節約できるように、夫の手取り15万での生活に少し足すような感じで生活をすることにした。基本的に夫の給料で生活費を賄い、足りない食費を私の貯金から出すという感じだ。そのため普段食卓に出す料理も栄養があるものになり、品数も増えた。夫は食事の内容がマシになったことで満足そうにしていた。やればできるじゃないか。どうしてもっと真面目にやらないんだ。今までサボってたことが明らかになったな。そんなことを言われてものすごく腹が立ったが、私は我慢をした。次の給料が出るまで何とか我慢をしないと。それから私は日中に家事と在宅の仕事をうまく両立させながら忙しい日々を過ごした。そしてやっと1ヶ月が経ち、私の給料と夫の給料が入った。私は自分の通帳やら印鑑は実家に置いておいた。というのも、夫が非常識だと分かってから、私は夫が何をしでかすかわからないと思っていたからだ。キャッシュカードさえあればお金は引き落とせるし、口座の残高は使っている銀行のアプリをインストールすることで自分のスマホで確認できる。だから通帳と印鑑はめったに使わないのだ。そして私は念のためにもう一つやったことがある。それは夫の給料を入れておくための小型の金庫を購入したことだ。かなり安い金庫なのだが、
テンキーの暗証番号を入力することでロックがかけられる便利な金庫だ。夫の給料が入った後、私はここにお金を入れておいて、支払いのタイミングで家賃などを振り込むようにしようと思った。そうしないと夫がいきなりお金を使ってしまいそうだったからだ。そしてびっくりしたことに私の嫌な予感は的中した。それはある日のこと。おい、明日頼んでたものが届くから代引きで支払っておけよ。え、届くって一体何？ゴルフクラブのセットだ。はあ？どういうこと？上司とゴルフをしようっていう話になってな。それでネットで一式頼んだんだ。ちょっと待ってよ。一体いくらしたの？全部で12万だ。はあ？そんなの支払えるわけないじゃない。なんでだよ。お前家計のやりくりちゃんとしてないのか？あなたの給料は手取り15万なのよ。家賃12万を支払った段階で残りは3万なの。他にもいろいろと支払いが残ってる状態で3万だからね。それなのに12万の出費ってマイナスじゃない。これって算数だけどあなた理解できてないの？私が感情的になってそうやって言うと、夫は顔を真っ赤にして怒った。うるせえ、俺をバカにするんじゃねえよ。手取り15万で生活費が足りないなら出ていけ。ちょっと何するのよ。夫は私の荷物を部屋から持ってきて玄関に投げた。お前はこの家にいる必要はない。さっさと俺の家から出ていけ。そう言って私を無理やり外に追い出した夫。ありえない。ここまで常識がない人だったとは。分かったわよ、出ていくわよ。私はそう言って必要最低限の荷物を持って家を出た。両親に連絡をして事情を説明すると、慌てて迎えに来てくれた。大変だったわね。好きなだけ家にいていいぞ。両親に優しくされ、私は泣きそうになった。そして実家に泊まり、久しぶりにゆったりとした時間を過ごした。翌日、私が目を覚ますと夫から大量の着信が入っていた。おい、金庫の鍵はどこだ？金庫？しらばっくれんなよ。お前の部屋に置いてあるあの金庫だよ。え？クローゼットの中を勝手に開けたの？夫婦なんだからいいだろ。それともお前は何かやましいことでもあるのか？そんなのないわよ。あなたが勝手に人の部屋のクローゼットを開けたことに引いてるのよ。お前のプライベートなんてこれっぽっちも興味ないんだよ。いいから金庫の鍵がどこにあるのか教えろ。ゴルフクラブのセットが届いて代引きで支払わないといけないんだよ。え？それ暗証番号でしか開かないタイプだけど。ああ？金庫の横にテンキーがあるじゃない。そこに番号を入力して開けるのよ。ったくめんどくせえな。じゃあ番号早く教えろ。私はこの時意地悪なことを思いついた。いやよ、教えないわ。はあ？お前ふざけんなよ。宅配業者の人を待たせてんだよ。あなたが困ろうと私には関係ないわ。おい、いい加減にしろよ。お前こんなことしてどうなるか分かってんのか？それはこっちのセリフよ。私も限界なの。あなたとは離婚する。は？離婚？お前何言って。あ、すいません、ちょっと今手持ちがないので、また後で来てくれますか？どうやら宅配業者の人がしびれを切らして夫に催促したようだ。おい、お前が変なことを言って邪魔をするから帰っちゃったじゃないかよ。知らないわよ。それより離婚は絶対だからね。お前、それ本気で言ってるのか？当たり前でしょ。もうあなたにはうんざりなの。ああ、そうかよ。俺だってお前みたいな分からず屋はもううんざりだよ。専業主婦で稼ぎのないお前はこれから困るだろうな。泣いてすがっても許さないからな。そんなことしないわよ。じゃあもう電話切るから。私はそう言って無理やり電話を切った。その後、夫は地獄を見るのだった。私は父の紹介で弁護士を雇い、それから離婚の手続きを弁護士を通して進めてもらった。夫はまさか私がここまで本気だとは思っていなかったようで、かなり動揺していたそうだ。そして離婚を最後まで渋っていたのだが、弁護士がそれでは調停に入ることになりますねと言うと、急にビビってサインをしたらしい。それから夫は勝手に転落していった。
ゴルフクラブの請求と家賃の請求がいっぺんに来て、夫は泣きながら私に連絡をしてきた。頼む、お金を援助するか、金庫の暗証番号を教えてくれ。もう離婚は成立したし、金庫の中のお金は夫の給料なので、私は暗証番号を教えてあげた。だがもちろん両方を支払うことはできない。そのため元夫は家賃を支払い、ゴルフクラブはキャンセルしたそうだ。そのことで元夫は上司から嫌われ、出世の道はなくなった上に、さらに残業やら重い仕事を振られるようになったそうだ。しかも元夫は貯金がゼロの状態で、クレカの請求が一気に来たらしい。もともと独身時代にずっと実家にいたから貯金ができていたらしく、今までの結婚生活の時はクレカを使っても貯金から引かれていたから全く気にしていなかったそうだ。だがゴルフクラブを買おうとした時に、クレカが使えずおかしいと思いながら代引きにしていたそうで、その原因が口座にお金がなくなっていたことを後になって気づいたらしい。そんなことを知らずに普通にクレカを使っていたそうで、結構長くの支払いの督促状が来てしまったそうだ。元夫はすぐに義両親を頼ろうとしたそうだが、私は今までの結婚生活のことなどを義両親に説明して離婚をすることを伝えていた。義両親はバカな息子がすまないと謝ってくれて、これからはもう自分たちも息子を甘やかさないと言っていた。そのため元夫が頼ってきても相手にせずに無視をしているらしい。元夫から誰も助けてくれないから元妻として助けてほしいと泣きながら電話が来たが、私はもう他人なので電話をかけてこないでと言って切り、着信拒否にした。その後、風の噂では元夫は会社を辞めて、家賃もかなり安いところに引っ越し、フリーターとして働きながら質素な生活を送っているという話を聞いた。そして今までの自分の常識のなさを反省しているらしい。だからといって復縁することは絶対にありえないが、ちゃんと反省しているのは偉いと思う。これからはしっかりとした金銭感覚を持って身の丈に合った生活をしてほしいものだ。一方で私は実家で在宅勤務をしながら両親と平和に暮らしている。離婚したのでまた会社に出社しますと上司には伝えたのだが、好きな方を選んでいいよと言われたので、私は在宅勤務を選んだ。その方が仕事に集中できて成果が上げやすいと分かったからだ。そして最近は副業も始めて、私は一気に貯金を増やすことができている。これからも仕事に打ち込みながら、私は契約をして資産を増やして今後の人生を楽にしていこうと思う。とりあえずは5年以内にセミリタイアできるだけの資産を貯めるつもりだ。お前はどの面下げてやってきたんだ。そうよ、少しは月35万も仕送りをしてくれている弟を見習いなさい。え？それは私だけど。あ？嘘をついて弟の功績を自分のものにしようってわけ？信じられないわね。お前なんて家族じゃない。もう縁を切るぞ。わかった。もうどうでもいい。こんな親、私の方から縁を切ってやる。仕送りが止まることでどうなるか思い知るがいいわ。私の名前はハルカ、38歳の会社経営者だ。最初は小さかった会社も、今では20名以上の社員が働いてくれる規模になった。まだまだ発展途上の会社なので、これからも社員たちと協力しながら規模を拡大していきたいと思っている。社長、確認をお願いします。社長、16時からの会議ですが。社長、取引先の社長からお電話が入っています。こんな感じで目まぐるしい毎日を送っている私だが、とても仕事にやりがいを感じている。だが、昔の私からは今のような状況は想像もつかないものだ。私は家庭環境があまり良くなかった。貧乏とかそういうわけではない。だが私は高校を中退せざるを得なくなり、そしてそれから強制的に家を追い出されることになったのだ。私が家を出なければいけなくなった理由は弟にあった。弟のカズマは小さい頃から頭が良くて天才と周りから言われていた。そんな弟の能力の高さを見て両親は弟を溺愛。それからは弟のために全ての時間を費やしていた。水泳、ピアノ、塾など何でもかんでも習い事をさせていた。そして弟は全てにおいてそれなりにいい結果を残していた。そのためさらに両親の息子への溺愛ぶりは激しくなっていった。
アズマは本当にすごいな。まさに自慢の子ね。お祝いに3人で焼肉に行きましょう。わーい、焼肉。アルカは留守番をしていなさいね。出来損ないに焼肉はもったいないからな。両親はいつも私のことを出来損ないと呼んでいた。私は決して勉強ができなかったわけではないが、学力が高いというほどでもなかった。平均よりもやや上という感じだ。だが弟の活躍を目の当たりにしている両親は、私と弟を比較して私を出来損ないと位置づけた。それからの親の態度はひどかった。まず私に関することすべてがもったいないと感じるそうで、服とかは全く新しいものを買ってもらえず、親戚の子が着られなくなったお風呂をもらって済まされていた。一方で弟は常に新しい服を買ってもらっていて、一緒にショッピングに連れて行ってもらっていた。必ず美味しいランチやスイーツも食べさせてもらっていて、ついでにおもちゃまで買ってもらっていたそうだ。その話を聞いて私は本当にショックだった。どうして親はそんなにも私と弟を区別するのだろうか。私だって自分なりに頑張っているというのに。親は本当に私に興味がない様子だった。だから高校だって公立の学費が安いところしか絶対に受けてはいけないし、落ちて私立に行くことになるなら進学せずに働けと言われた。まさかそこまで行ってくるとは思わなかったので、私は必死になって勉強をして公立の高校に合格した。なんとか無事に高校生になれてよかったと思っていたのだが、私が高校2年生の頃に事件が起きた。それは弟が私立の高校に行きたいと言ったことがきっかけだった。私が住んでいる県では公立に一番学力の高い高校があった。だが弟はそこよりも私立の中に行きたい高校があるのだという。その高校も学力は高い方なので両親は快諾した。だが今まで弟にたくさんのお金をつぎ込んできた両親は、弟の大学進学のことも考えてお金を残しておきたいと思ったらしい。その時に犠牲となったのが私だった。お前の将来とカズマの将来、大事なのはもちろんカズマのだ。だからお前は高校を辞めて働け。私は耳を疑った。そんな、私学校辞めたくないよ。お友達だっていっぱいできたし、大学にだって行きたいし。わがままを言うんじゃない。お前みたいな出来損ないのためにかける金はないんだ。それよりも今まで育ててやったことに対する恩返しをしろ。毎日ご飯が食べられていたことは当たり前だと思わないで。父と母はそう言って私に無理やり退学を命じた。私は逆らうことができず、結局高校を辞めるしかなかった。そして私はアルバイトをすることになった。みんなが学校に行っている間、私はコンビニで働きお金を稼いだ。だがその給料のほとんどは両親に回収され、弟の今後の学費のためのお金となった。私が稼いでお金を渡しているというのに、両親は私への態度を変えなかった。そして目の前で弟と楽しそうに会話をしている様を見せつけられて、毎日とても悲しかった。しかも私はある日、驚きの事実を知ることになる。それは私が朝仕事に向かっていた時のこと。近所の人とすれ違ったので私は挨拶をした。すると険しい顔をされ、こんなことを言われた。あまりご両親を困らせちゃダメよ。高校を勝手に中退してバイトして遊び歩いているなんて親不孝じゃない。カズマ君はあんなに立派なのに、あなたが家族の評判を落としてどうするの。私はあまりに衝撃を受けて、しばらくその場から動けなかった。ご近所さんの人から私はそんな風に思われていたなんて。そしてその原因は絶対に母だと思った。母がよく近所の人に弟を自慢しているのは見かけていた。その際に私のことをそうやって説明したのだろう。自分たちの都合で私を中退させたのに、私自身の問題にしたのだ。ご近所さん曰く、両親は私との関わり方に悩んでいると言っていたらしい。あんな風に邪魔者扱いをしてきているくせに、関わり方もクソもあるか。私はこの時もう実家にいたくないと思った。私この家出ていく。ああ、何を言ってるんだお前は。一人暮らしだなんて認めるわけないでしょ。そんなお金うちにはないんだから。自分の稼ぎで一人暮らしをする。毎月バイト代から出していた5万はカズマが大学に進学するまでは振り込むから、もうこの家にいたくない。私がそう言うと、両親はようやく家を出ることを許可してくれた。うん、私たちだってあんたの顔なんて本当は見たくないんだよ。そうだ、カズマさえいれば問題ないんだ。
恩知らずのダメな娘は必要ない。最後までひどい言葉を言ってくる両親だが、許可を得たのでよしとしよう。私はすぐに部屋を借りて引っ越した。お金が全然ないのでバイトを掛け持ちして生活費を稼いだ。成人を迎えると私はさらに稼ぎを得るために週末は夜のお店でも働くようになった。そこで初めて私は化粧をしっかりとするようになった。そもそも今まで化粧品を買うお金すらなかった。だがここではちゃんとメイクをして綺麗にしないといけない。他のキャストの人に安く手に入る化粧道具を聞き、私は少ない予算で頑張って化粧品を揃えた。そして自分なりに研究をしてより可愛く見えるメイクを考えていった。その効果があったのか、私は少しずつ指名をもらえるようになり、収入も増えていった。掛け持ちしていたバイトを一つ辞めてキャバクラの仕事を増やした。接客業をやっていたこともあり、敬語などは問題ない。長く働いていくほどに収入は上がっていき、貯金もできるようになった。そこで私の中でとある願望が出てきた。それは大学に通うことだ。高校生だった私には学費なんて自分で稼ぐことはできなかった。だが社会人になり収入が増えた今なら通うことができるのではないかと思った。それから私は空いた時間に受験勉強をするようになった。そして1年後見事大学に合格することができた。私が進学したのは薬学部がある大学だ。なぜその大学にしたのかというと、私は将来的に化粧品の開発をしたいと思っていたから。キャバクラの仕事の時にいろいろとメイクの研究をしたことで化粧品にものすごく興味が湧いたのだ。その後私は4年間大学に通いながらキャバクラの仕事で生活費を賄う生活を送った。そして大学卒業後、私は化粧品会社に就職することができた。一歩ずつ夢に近づいていっている感覚があり、とても充実した時間を過ごすことができた。就職後はがむしゃらに働いた。興味があることなので毎日新しい知識を得ることができてものすごく楽しかった。どんどん化粧品の世界にのめり込んでいき、私は仕事でも結果を残していった。そして私は自分でも化粧品を作って自分でそれを販売したいと思うようになった。それから企業に向けての資金集めがスタート。夢を原動力にして毎日本気で頑張った。食費を削ろうと思いもやしばっかり食べていた時期もあった。そして私は数年前に独立をして会社を起こした。会社経営なんて初めてでどうなるかわからなくて怖すぎたけど、それでも好奇心の方が勝った。それから私は化粧品の開発を行いながら自ら営業を行っていった。地道な努力は実を結んでいき、少しずつ契約も増えていった。一つ一つ目の前の仕事を丁寧にこなしていくことで信用と信頼を積み重ねていくことができたのだと思う。会社設立当時はほとんど利益なんてなかったが、今ではかなり売上が上がった。おかげで自分でもびっくりするほどの収入を得られている。これからもこの調子で頑張っていこうと思っていた時、知らない番号から電話がかかってきた。一体誰だろうか。なんだか嫌な予感がしたが、もしかしたら新しい取引先の人かもしれない。仕事相手だったら困ると思い、私は電話に出た。もしもし。おお、繋がった。姉ちゃん久しぶり。え、もしかしてカズマ。正解。どうしたの、いきなり。弟から電話が来て私はびっくりしてしまった。弟と話したのは私が家を出ていく時が最後だ。あれからもう10年以上が経っている。今更何の用があって電話をしてきたのだろうか。ビジネス雑誌に姉ちゃんが出てるの見たよ。適当に読んでたら見たことあるような顔が映っててびっくりしたよ。私はしまったと思った。確かに雑誌の取材のオファーを受けたことがある。だがどうせ両親は読まないだろうし、取材を受けてもいいと思った。だがその時の記事を弟が読んでいて、私が会社経営をしているのがバレてしまった。それで何の用なの。雑誌に載ったのを見たっていう報告のためだけに連絡をしてきたわけじゃないでしょ。お、姉ちゃん察しがいいね。実はさ、母さんたちに仕送りをしてほしいんだ。え、仕送り？どうして私が？親とは喧嘩別れをしている。私は相当ひどい扱いを受けてきたし、仕送りをする理由なんてない。私は仕送りなんてしたくないんだけど。そんなこと言わないでくれよ。実は。え、お父さんがリストラに？ああ、それで生活が立ち行かないみたいでさ。母さんも病気を経験してからいつも辛そうで。え、そんな。私はかなり動揺した。あれだけひどい扱いを受けてもやっぱり親だ。家族が辛い思いをしているのは心配になる。仕送りする気になった？まあ少しくらいなら援助は。
よし、じゃあ俺が渡すから毎月35万の仕送りを頼むよ。35万？それはちょっと多すぎじゃ。いや、母さんの病気の時に手術や入院やらでかなりお金がかかってしまってね。そんな中で父さんがリストラに会っちゃったから大変なんだよ。そうなんだ。私は弟の言うことを真に受けてしまい、言われたままに35万を振り込むようになった。あんなひどい目に遭わせてきた両親なのにどうしてと自分でも思ったが、やっぱりどんな親でも大事にしたいと心のどこかで思ってしまうものだ。今とても辛い状況で、私が手を差し伸べることで改善されるなら助けてあげたい。そう思い、私は仕送りをした。決して安くない金額だが、それでも会社経営をしていて収入が高かったから、35万の仕送りをしながらでも今まで通り生活をすることはできていた。それから私は仕事で忙しい日々を送りながら、毎月弟に言われた口座にお金を振り込んだ。両親とはまだ会う勇気はなかった。でも仕送りをしてから3ヶ月ほどが経ったので、そろそろ向こうから何かしら連絡が来てもいいのになとはちょっと思っていた。もしかしたら親も私に仕送りをしてもらっているのは受け入れがたい事実なのかもしれない。ずっと私のことを否定してきていたから、そんな私に援助をもらっている状況を認めたくないのかもしれない。まあ少しでも家族の役に立てるならそれでいい。私はいろんな気持ちが交錯しながら、あまり落ち着かない日々を過ごしていた。そして私は親と直接話すしかないと思った。久しぶりに会って会話をし、今何を思っているのか聞きたい。だが弟にその旨を話すと止められた。母さんも父さんも今落ち込んでるんだよ。だから会うのはちょっと刺激を与えてしまうんじゃないかな。そう？でも私が毎月仕送りをしているわけだし。いやそうだけど、母さんたちにもいろいろあるんだよ。だからまだ会うのは待ってくれよ。弟はそうやって私に両親に会わないように言ってきた。そして全然両親の居場所を教えてくれなかった。今まで実家があった場所は賃貸マンションだったのだが、さすがにあれから10年は経っているからもう住んではいないようだった。その後も一向に両親と会わせてくれない弟。私はもう自分で直接探した方が早いと思った。そして更新所に依頼して居場所を突き止めてもらった。両親はとあるマンションに暮らしていた。それなりに家賃の高そうなマンションだ。本当にお金に困っているのだろうか。私がインターホンを押すと母の声が聞こえてきた。久しぶりに聞く母の声だ。どちら様でしょうか。さすがに10年以上も経っていると私のことはわからないか。私だよ、はるか。久しぶりお母さん。私がそう言うと母は黙り込んだ。あれ、繋がってる？お母さん？私はインターホンが切れたのかと心配になった。すると母は冷たい声で、何しに来たのと言った。お金ならないけど。何か勘違いしているようなので、私はただ会って様子を見たかったことを伝えた。とりあえずマンションのエントランスのドアを開けてもらい、それから両親の住む部屋に向かった。ピンポンを押すと母が玄関を開けて出迎えた。そしてそこには父の姿もあった。久しぶり。父も母も見た目はそこまで変わっていなかったが、年相応に老けてはいた。何しに来たんだ。両親は腕を組んで私を睨みつけた。ちょっとそんなに警戒しないで。お父さんたちが大変な状況だったってカズマから聞いていたから。カズマが？うん、お父さんがリストラにあったり、お母さんが手術をしたって。ああ、いろいろと大変だったな。でもそれもこれもカズマのおかげで助かったんだから、あんた何もしてないでしょ。それなのに今更いきなりやってきてどういうつもり？え？何もしてない？そうだ、何もしてないだろ。お前はどの面下げてやってきたんだ。そうよ、少しは月35万も仕送りをしてくれている弟を見習いなさい。私は意味がわからなかった。え？それは私だけど。私って何が？だから月35万の仕送りをしているのが私ってことなんだけど。あ？嘘をついて弟の功績を自分のものにしようってわけ？信じられないわね。お前なんて家族じゃない、もう縁を切るぞ。両親は私の言うことを全然信じてくれなかった。だが弟の口座に振り込んで弟が直接渡していたから、両親は私からの仕送りだと信じないのだろう。だがそんな風に罵倒してくるのはひどいし、縁を切るとまで言わなくてもいいじゃないか。この数ヶ月間両親の助けになればと思って仕送りをしていたのに。だいたいお前の存在は昔から迷惑だったんだ。そうよ、私たちにはカズマだけいてくれればよかったんだから。わかった、もうどうでもいい。
こんな親、私の方から縁を切ってやる。仕送りが止まることでどうなるか思い知るがいいわ。私はすぐに家に帰った。そしてもう二度と仕送りはしないと心に決めた。翌日、弟から電話がかかってきていたが、私は無視をした。どうせ弟も私を罵倒するだけだろう。もう仕送りもしないし、別に話すことなんて何もない。私は弟を着信拒否にして、それから日常に戻った。仕事はとても忙しいので、やることはたくさんある。あっという間に翌月になっていた。すると、知らない番号から鬼電がかかっていた。いたずら電話かと思ったが、何度もかかってくるので恐る恐る出てみた。もしもし？あ、ようやく出てくれた。え？もしかしてお母さん？そうよ。はるか久しぶりね。どうしたの？なんでお母さんが電話をしてきてるわけ？そんな冷たい言い方しないでよ。親子じゃない。縁を切ったんじゃなかったっけ？いやだわ。あれはその、冗談よ。なるほど。仕送りを止めたことで生活が立ち行かなくなっているのか。そして弟に催促をしたら、私が仕送りをしていたという事実を告げられたという感じだろう。あなたが仕送りをしていたなら、初めからそうやって言ってくれればよかったのに。私そうやって説明したけど、それをお母さんたちが信じなかっただけでしょ。だってあの時はカズマが仕送りをしてるって言ってたから。っていうか、カズマとは一緒に暮らしていて、あの部屋の家賃もその中から支払ってくれてたから。なるほどね。一緒に暮らしてたんだ。どうやら弟も私の仕送りの恩恵を受けていたようだ。父さんだよ。まさか遥かが会社経営をしているとはな。お前は自慢の娘だよ。そう言って私に媚びを売ってくる父。手のひら返しとはこのことだね。子供はカズマだけでよかったって先月は言ってたのに。それは。もうお父さんたちに振り回されるのは嫌だから、この際はっきり言っておくね。私は金輪際あなたたちとは関わりません。親子の縁を切るし、カズマとも縁を切る。私の前に現れたら容赦なく警察を呼ぶ。二度と私の前に顔を見せないで。そんな、待ってくれよ。そうよ、仕送りが止まったら私たち生活していけないわ。もう約半年ほど仕送りをしてるから、貯金だって少しはできてるでしょう。いや、新しい部屋に住むときに高い家具とか家電を買ったら、お金は毎月全部なくなって。はあ、呆れた。それじゃあ家具とか売って家賃支払えば。とにかく私はもうあなたたちとは関わらないから。それじゃあ。私はそう言って電話を切り、すぐに着信拒否にした。その後、親戚の人たちから聞いた話だと、両親と弟は親戚中を回ってお金の無心をしていたらしい。私はふと、弟は勉強ができていたのに仕事では結果が出せなかったのか気になった。そのことを親戚の人に聞くと、どうやら弟はあまりいい企業に就職できなかったらしい。しかもプライドが高い弟はちゃんと上司の話も聞かずに仕事で大失敗をし、周囲から冷たい視線に耐えきれずに自ら会社を辞めてしまったらしい。その後はフリーターとしてアルバイトをしていて、月収は10万程度だったそうだ。それをプライドから親に話すことができず、私からもらったお金をさも自分が稼いできたかのように実家に入れていたそうだ。まあそんなことをしても化けの皮は剥がされるわけで、全部自業自得だ。私はもう両親と弟のことは忘れて、自分の人生をこのまま突き進もうと思う。今の私の家族は私の会社で働いてくれている社員たちだ。彼らの生活を守るため、今日も私は一生懸命働こうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。